俺死んじゃうのかな、俺死んじゃうの。おいしく召し上がれ。次罵声浴びせられて。ここでカミングアウトをしておきます。私は狂人です。明日 PP が起きたらいいなって思ってます。4、3、2、1。はい、トヨピー、いい加減人狼に出演してください。全国1億2000万人の人狼スリアロチャンネルファンの皆様、明けましておめでとうございます。あれ。びっくりした、僕しかいないから。誰も言わない、誰も言わない。おかしいなぁ、ねえ、はい、叶えちゃダメなの。さあ、それでは視聴者の皆様、明けましておめでとうございます。どうでしたか、昨年末は。幸せな年末を訪れたでしょうか。ちなみに僕は、年末風邪をひきまして、元気に麻雀してました。はい。そして年始も風邪が治らず、元気に麻雀といろいろ娯楽を遊んで、いっぱいお金が増えました。よろしくお願いします。ちょっとね、焦ってて今もう何喋っていいか分かんないですね。はい、というわけで、そんな時はルール説明に逃げるのが得なんですが、今回も最初のゲームではですね、視聴者の皆様にプレイヤーの役職を公開して、そして2戦目以降は役職を明かさずに、本日も参戦元気にやっていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひこのスリアロ村お楽しみください。さあ、それではまずルールの説明を簡単に行っていきましょう。はい、ドン。はい、来ました、新年一発目のルール説明です。しかし私は説明をしません。読んでください。書いてある通りです。はい、読みます。すいません。勝利条件は各陣営とも、人間がまずは人狼を全滅させてください。人滅させてください。そして人狼陣営は村人陣営と今生き残っている人狼と同数にすることによって勝利となります。ゲームの進行は昼と夜のターンに分かれて行われます。昼のターンでは会議が行われ、怪しい人物を村から追放してください。そして夜のターンでは人狼は村人を一人選んでゲームから、追放していきます。ただし村人の中でも役職を持っている人はこの夜のターンにいろいろ頑張れるので、いろいろ頑張ってください。はい、語彙力がありません。さあ、次のページお願いします。はい、来ました、脱落者です。死人に口なしということで、ゲームから脱落した人は速やかに退場して天国ルームで村の行く末を見守ってください。ただし、昼の会議で、村から追放される人は最後に遺言ができます。遺言などは特に制限がありません。そこで役職カミングアウトをするなり、もう何なり大丈夫です。それでは、次に各役職の特性ですね。夜のターンで、ごめん、ちょっと今ね、指示が入って、ちょっと、はい、今のうちにね、すいません、画面に映ってないですが、すいません。まずは、役職は書いてある通りですね。ただし、占い師は、1日目だけ、最初の占いだけ、ゲームマスターから1人人間を教えてもらってます。なので、自分の意思で、人を占っているわけではありません。そしてゲームマスターから必ず人間を教えてもらってます。狂人も含まれてます。そして、騎士ですね。騎士の方、連続ガードができません。前日と同じ方をもう一度ガードすることはできません。必ず1日以上空けなければ、指定できませんのでお気をつけください。そして、狂人は特に能力がありません。そして、占い霊媒結果も人間と表示されます。そして決戦投票です。1戦目は役職公開しているので2戦目以降になりますね。昼パートで得票が同数だった場合は決戦投票を行います。それでも決まらなかった場合は視聴者アンケートで決定しますので、ぜひぜひふるってご参加いただければと思います。はい、コメントにあります。今日も元気に参戦やっていきますんで、よろしくお願いします。さあ、それではこんな素敵なゲームを盛り上げてくれる素晴らしいプレイヤーたちを一人一人紹介していきましょう。いいですか。
準備はいいですか。新年一発目、スリアム村、一人目の自己紹介。あれもう来てんの？あ、もう来てんのこれ。はい、あ、これ。はい。はい、皆さん。あ、こっち。何回やってんの？皆さん、明けましておめでとうございます。花浅でーす。はい、新年一発目ということでですね、今日は、スクエニ軍団の皆様が再びということで、本日は、新たな企画、まあ、期待の新人。というサンデーさんという方が来られているんですが、もうで上でサンデーさんの恐ろしさも今まあ放送で出るのが初公開なんですけども、皆さん恐れおののくと思いますので楽しみに。あ、僕からもサンデーさんが出ている。我々このグルモン軍団でサンデーさんのともにスリアのポンコツどもやっつけてやりたいと思います。今年もよろしくお願いします。さあ、カメラマンさん、次の人動くんで気をつけてくださいね。さあ、では次の方どうぞ。よーそのー明けましておめでとうございます。アレメの平八郎です。今年もですね、賑やかにやっていきたいと思っておるわけですけれども、今日はスクエニ軍団ということですね、手物真似を、いつもの拡張バージョンでお届けしていきたいと思います。スクエニですからね。チャラララララーってものまね、窓ハンド。あれ、窓ハンドの様子がおかしいぞ。窓ハンドは仲間を呼んだ。D が少ないんで、なんかこっち側の席に追いやられたらこんな余興に付き合わされる。いや、まあ去年1年ですね、僕人生で麻雀プロになって一番お前は何のプロだって言われてるんですけど、今年なんか予定見てみたら、まだ予定なんですけど、なんか3日連続人狼の配信の予定がすでにあるんですよね。もう今年もまだまだ誹謗中傷の声は絶えない気がしますが、まあ、僕は自分のやりたいようにやっていきますんで、今年もよろしくお願いします。マイウェイ。さあ、では次の窓ハンドどうぞ。窓ハンド来た。ちょっと待って。飛んだ。すみません、おしとやかに行こうと思ったのですが、もうトヨピーさんからあのように振られましたので、いつも通り皆様、2017年ハッピー最高位戦日本プロ麻雀協会の松田真也です。いや、もう本当はね、人狼スリアル村へお越しの皆様、ようこそお越しやすとかっておしとやかに行こうというプランを立てていたのに、ここまで巻き込みに来ましたよ、八郎さん。ああ、怪我したね。これ、いや、まあでも今年も私も麻雀だけでなく人狼も楽しく頑張っていきたいと思っておりますので、皆様1年間またよろしくお願いいたします。今日も頑張ります。よろしくお願いします。さあ、では次の方どうぞ。はい、はい、皆さん明けましておめでとうございます。日本将棋連盟岸野村中です。はい、窓ハンドの下りでも何をと思ったかすっかり窓ハンドって言われるかな。弱くね。いや、本当にひどい被害持ってたのに。やりますか。いや、やりましょう、やりましょう。やってください。お願いします。もうほら、こんなんなっちゃうから。すいません、もうめっちゃ暑いんですけど、とりあえずですね、そうですね、今日はスクエニスクエアニックスの人たちの仲間で呼ばれて、僕はそうですね、スクエアニックスはないんですが、そういつもそのスクエアニックスさんのゲームで遊ばせていただいてる縁でちょっと呼ばせていただいたんで、まあ、今回はね、スクエアニックスさんの足を引っ張らないように、特にね、競合サンデーさんの足を引っ張らないように、絶対投票してやります。よろしくお願いします。さあ、では次の方どうぞ。はじめまして、スクエアニックスの高橋と申します。まあちょっと人狼をみんなでやってる時とかに、高橋って多いんで、ちょっとドラクエ10のキャラネームのサンデーでっていう話になったら、もうみんなサンデーが定着しちゃって、今日僕の本名初めて知ったってすごいいろいろ言われてます。なので、皆さんに
あのサンデーって呼ばれるかもしれないですけど、あの私スクエアニックスでグルモンっていうスマートフォンのゲームと、あの戦国戦っていうタイトルと2タイトルプロデューサーをしております。人狼はですね、まあ練習いっぱいしてるんですけど、今日本当に上手い人ばっかなんで緊張してます。本当緊張してます。よろしくお願いします。さあでは次の方どうぞ。はい、皆さん明けましておめでとうございます。声優をやってます柚木翔子と申します。サンデーさんの作ってらっしゃるグルモンというアプリの歌と声優をやらせていただいたり人狼をしたりしてる声優なんですけど、去年の1月から初めて人狼を始めて、人狼見てるのはずっと見てたんですけど、初めて1年経ちました。まだまだ上手くはなってませんけど、1年の始まりをこうやって人狼で始めれるのはとっても嬉しく思っています。今日はグルモンの宣伝とともに頑張りたいと思っているんですが、髪をね切ってきたんです、さっき30分前ぐらいに。なのに髪を切ったねって言ってくれたのが女の子だけだったので、女の子には投票したくないなって思ってます。よろしくお願いします。恥ずかしい。恥ずかしい。ゆうきさん、もしかして髪切りました？今初めて。せーの、せーの。僕はもっと気づいてたからね。僕はもう昨日から気づいたからね。恥ずかしくて言えなかったから鼻をさすります。いっとこ。さあでは次の人いっとこ。はい、皆さんこんばんは。モデルとか、声優とかやらせていただいてます初見ありです。リアルオブラは3回目かな。はい、本日もよろしくお願いいたします。今日は、まあ、スクエアエニックス軍団ということで、グルモン、サンデーさんが作ってるグルモンの、まあ、このキャラとか、あとは数キャラやらせていただいてたりとか、隣にいる江原さんとか斉藤さんが作ってるニアオートマタというゲームのオペレーター210という役をやらせていただいたりとか、いろいろ関わらせていただいて、今日はあのすり寄る人がたくさんいるんで大変なんですけど頑張りたいと思って一つサンデーさん、初登場のサンデーさんの情報を私があの持ってるんですけど、何言われるの？サンデーさんが私を疑うときは絶対に私が村人なんです。サンデーさんが私を疑わないときはサンデーさんが狼なんです。絶対言わないよ。これを一応参考にしつつ、まあでもこんなこと言いつつも1戦目はオープンですから、皆さんはあのそれを分かってね、まあ見てると思いますけれども、まあ、こう言っといてサンデーさんがどう出るか分かんないですけど、一応まあ一つのネタとして、はい、よろしくお願いします。やりたいな。さあでは次の方どうぞ。はい、あのアルティメット人狼カメラマン改めスクエアエニックスの江原と申します。夏にスクエアエニックスに入社しまして、今ニーアオートマタというタイトルの子をプロデューサーやってます。あのボスの斉藤さんも今日来てますが、1戦目は天国がいいこと、今天国の方にいらっしゃいます。2戦目から斉藤さん参加されますので、どうぞご期待ください。ニーアオートマタは2月23日発売です。今日はこれだけ言ったら僕はもう満足です。ありがとうございます。プレイステーション4、プレイステーション4です、はい、プレイステーション4で出ます。体験版も好評配信中です。さあでは次の方どうぞ。はい、どうも、スクエアエニックスの足峰と申します。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。このスリアロチャンネル2回目ですかね。はい、ドラゴンクエストどこでもモンスターパレードのプロデューサーをやっております。いろいろすり寄るって言ったんですけど、メアリちゃんゴバレライブっていううちのですね公式番組で MC やってるんですけど、すり寄ってこなかったんでちょっと疑ってもらってます。はい、まあ、あとね、あの3戦目ガキさんかなと一緒になると思うんで、ドゴバレー勢からね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、はい、人狼を滅ぼして村を平和に導きます。よろしくお願いします。さあでは次の方どうぞ。皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の古谷かな子と申します。私もどうぞよろしくお願いします。ですね、ちょっと両隣のお二人に謝りたいことがあるんですけど、私ちょっと今日ご飯食べてなくて、まやちゃんの着付けしたらすっごいお腹空いちゃって、これ花子さんがやってくれました。あのさっきからずっとお腹鳴ってるんですよ。恥ずかしいんで気づかないふりを今日はしてください。かわいいかよ。では次の方どうぞ。はい、皆さん明けましておめでとうございます。日本プロ麻雀協会のケルビンです。僕今日入ってきてこの席って言われた時に、僕花子さんの席いつもあの座らせていただいてるんですけども、この席って言われて、僕そこがいい、いつもそっちがそっちだから落ち着くからって思ったら、まあいきなりハードルをあんなに上げられ、あげく窓ハンドの真似をさせられ、なんかもう散々だったので、もうこの席でいいやと思いました。危なかったね。危なかった。そう、まあなんかその時点でもう勝った気でいるんですけど、あとは村中先生に
関してはなんかスクエア、スクエニ勢の方がですね結構その一緒にやられてるということで顔でよく狼かどうか分かるっていう話なので皆さんも村中先生に関してはそれでちょっとしていただければと思います。今日も全老を尽滅するぞ。全老を尽滅する。全老を尽滅する。全老を尽滅する。頑張ります。さあ皆さんお待たせしました。スリアロ村のマドハンドといえばこの人です。ありがとうございます。本年もよろしくお願いします。ご担任です。ですね、僕はあのなんか最近 青い靴下を履かないと本気じゃないみたいなことを言う。あ、本気じゃねえから今日違うんです。今日あの探したら見当たらなくて隠しちゃったんですね。なんで矢部さんの僕あの今日黒ですけど別に本気じゃないわけじゃないです。いつでも本気なご担任です。今年1年よろしくお願いします。あ、ごたつさんね。あの色。わかんねえから。あれを巻いたらいい。巻いたらいい。さあ、というわけで、1戦目はこの素敵な13人でお届けしたいと思います。さあ、1戦目、視聴者の皆様にも役職を公開してお届けしますので、神目線で、まずは全て役職が分かったうちで楽しんでください。なので、プレイヤーの皆さんも天国ルーム行ったらあの答えが見れますので、もう好き放題何でも喋っちゃってください。はい。そして、2戦目、1戦目はまだ大丈夫なんですけど、2戦目の途中ぐらいからあの大変申し訳ないんですが、いやいつもすいませんね、あの釣り屋のもねちょっとよくやらせてもらってるんですけどね、ちょっと2戦目の途中からねあのこういろいろ切り替えないといけないことがありますので あれがあれなんでね。はい、もうその時は皆さんあのすいませんがあの864円でいいんだよ。安い安い864円でいいですよ。お年玉でね、ちょっとガチャ我慢したりすればすぐガチャよろしくお願いします。はい、さあというわけでじゃあ皆さん準備はよろしかでしょうか。はい、はいはい、それでは一戦目初日の会議の時間9分で始めてください。ありがとうございます。とりあえず思ったことがあります。はい、はい、これあこれマドハンド、マドハンド、俺見た時のメアリーさんの反応がすげえ村っぽかった。超おしゃれだもん。いやいやいや、いやこれだけ単純にツボっただけかも。まあリラックスしていると。リラックス。なるほどなるほど。いいですか、うん、すごい大切なこと言わせてて、この子エミールって言います。よろしくお願いします。ちなみにこれビーズクッションで今ロッピーさんと HMV 限定で予約受付中なのでググってみてください。よろしくお願いします。営業だ。はい、営業大事大事。でもこれだけだとちょっと人狼を真面目に見てると怒ると思うんで僕聞いたこと言います。あの役職公開ですってトヨピーさんが言ったじゃないですか、はい、この時に翔子さんがふーってちっちゃく言ったんですよ。これふーって言って喜ぶ人、僕ちょっと人狼でなんでかなって思いました。自己紹介で緊張してたのは3人いましたよね。誰の鼻草さん、鼻草さん、鼻草アナウンサーさんと、村中先生と最後に噛んでしまったケルビン。ああ、違う違う、最後のケルビンあれわざとだから。そういうことか。ごめんごめんごめん。 LINE ですか。ちなみにですが、その自己紹介の段階での緊張感であったりとかっていうのは私も見ていたんですが、私八郎さんとはちょっと意見が変わります。緊張感を持たれていたのは花浅さんで、あの真子さんは多分ですね被害に遭ったための緊張感だと思うんですが、これのね、はい、なので違うと思うんですけど、花浅さん村中さんは一緒なんですが、私はサンデーさんも緊張感を持たれていたんですあ、僕2、3日前にあのリハーサルみたいにさせていただいて、うん、いただいた時に僕メアリさんとやった時にメアリさんのセンサーというか、まあ、初日 の、はい、あの釣り対象がすごい、はい、あの狼を、はい、釣りに来てたというか、はい、感じ、印象があったので、はい、僕マヤちゃんとメアリさんの指定の中から、はい、初日センサーまず絞りましょう。マヤさんがいたんで、多分段階としてはそのマヤさんと、メアリさんに任せること僕もあんまり依存はないんですけれども、マヤさんとメアリさんが役職を持ってると先に行ってからの方が公平だと思います。なるほど、なるほどね。それもしないって言うんだったらそれやってもらって構わないです。言います、それ
なんかてかそれやんないと、だって真の占い師か人狼かどっちかわかんないままに、うん、2人が OK だったらぜひやってほしいな。それ結局出すんであれば、うん、そのこの2人のどっちかから上がりましたって言ったら、その人が上げた人をまた精査すればいいことなので、だって例えばどちらかが人狼で、うん、もう意図的に村人だけ選ぶこともできるわけで、占い師って言ったら、そうそうそう、その3人はもしかしたら全員村人かもしれないっていう推理要素になるかな。出さないかもしれないでしょってことじゃない。なるほど。僕ここで言っちゃうこと、言っちゃありませんって言っちゃうことによって、今日役職不正の進行になった時に肺の占い師ヒット率が上がっちゃうことが嫌なんです。逆にそれ確認しましょう。役職不正の進行をゼとするかどうかを先に決めませんか。そうですね。ゼゼ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 ゼまずは進行として、あ、ごめんなさい、ちょっといいですか、サンデーさん意見をどうぞ。あ、確かに。そうそう。僕は出してやりたいですね。じゃあ、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 ただ、ただ、ただ、あれ？え、なんで、なんで？俺が言いたかったのは、片方しかまずは出したくないっていう話をしたかった。なるほど。で、先手的な話で、まやちゃんが今、じゃあ出ますねと言ってしまったんで、まやちゃんのまず内容を聞きましょうか。聞きましょう。まやちゃんの回答だけ出しましょう。そうですね。いいです、いいです。え、これでもう伊勢の出とか待たずに。伊勢の出とか言っちゃった。はい、私はミネオさんが白と知っています。あ、予言の占いなの。わかりました。なるほど。対抗がいれば、対抗の占い師。まあ、会話中に出るなり、まあまあ、今すぐ出る必要もないけどっていう話で任せればいいと。あとちなみにですが、先ほどから村中先生がですね、ってずっとおっしゃってるので、何か意見があるみたいです。まあ、今日は、初日はもう僕疑われたんですけど、人の意見を聞いておこうと思ってたんで、別に最後に言えればいいなと思って今聞かれたんでも言いますけど、まあ江原さんがちょっと役職を出したがってるように感じて、僕2人が出るか出ないかを聞くのは、まあ、平等に思うんですけど、そこ出ないって言っちゃってやっぱ灰色がかなりつられやすくなっちゃうし、江原さんが2人の役職を出していくんであれば、もう役職を全部オープンというか出していこうがいいなって意見がありました。江原さんもさっき別にだから黒いって言ったわけじゃないです。あ、OK です。はい、じゃあ単純に作業としても言いたかったわけですから、ね、そうですね、全然別に進めようと思ってくれてるんで、どちらかというと村っぽく見せるんですけど、はい、これって対抗が出ないんだったら、とりあえずやっぱりさっきみたいに2人に出してもらう。いや、松田さんが進化してるから、そうですね、で進化してるから松田さんが3人やればいいと思う、うん、むしろそれくらい進化するぐらいだったら僕出ます。ああ、まあそうなるでしょうね。占い僕占い師です。対抗が出ます。僕占い師だったよね。そうなんです。僕しろって言ってくるんで。なので、僕は3人目に出たかったんですけど、誰も出てこないんで、まあ今だけ出るのが吉だろうなと思ってます。なるほど。初日の白崎はケルビンです。お次はケルビンです。ミネオさんは狼ではないような気がしますね。狼だったらあまり今出なくてよかった。強人だったら…っていうか、狼だったらもう一人もう一人、本物が絶対に出てくるっていう視点になるんで、そうだし、まやちゃんが本物だと私は今思っていて、マジか、まやさんが本物だったら全然そこ狼ないですね。そうそうそう、だから狼じゃないですね。困りましたね。だからミネオさんはすることはしばらくないかなぐらいの気持ちですね。別に釣らなくていいですし、噛まれなくいい位置になってるんで、全然僕は噛まないと思います。村中先生どうですか。今ちょっと特殊な展開になってて、もう絶対ここで占い師出てほしいです、僕は。もう一人いるなら、ね、そうです。僕ここで後から出てくる意味はあんまないと思ってます。全然ウェルカムですよ。僕も出てほしいと思います。いや、それ別に共有しなくて、僕は信じないです。これから出る占い師はさすがにいいと思います。うん、出てくれたらすごいところではある。確かに教授には出てほしい。で、だってやっぱり白、特殊な状況じゃないですか。出てもらった方がいいかなと思う。しかもちょっと信じるのが難しくなってくる。まあ、そういうことです。あとどのくらいで、多分、まあ、いいです。まあ、出ないから、もう、これでいきましょう。あ、これでいきましょう。これの方がいい。はい、ただ今、当たり前だけど、まやさんとミネオさんシーンってどっち、多分見づらいですよね。はい、ので、ね、あの、グレーの中から釣るっていう話をしましょう。はい。はいはい、残り3分。片白さん、今ケルビンさんから聞いてないんですけど、はい、あ、片白で申し訳ないんですけど、あのあもらっちゃったんで出ますね、霊媒師に。じゃあ私出ます、私は霊媒師。なるほど。あらー、あらー、いい結果だ、ケル。楽しそうに言ってもらっていいですか。どうしたの。いや、ちょっと考え、めっちゃ考えてて、まやさんを指定したのってケルビンさんだから、もしマヤさん、だから白っぽいと、そういうことか、テレビさんと今日どこから行くかの話をしないと、話が混乱してしまうので、どこから行くかの話を先にしましょう。うん、グレーからがいいと思います。多数決をちょっと行きたい。はい、グレーから行きたいっていう人は手を挙げてもらえますか、今から。行きますよ、せーの。ちょっとまだ分かんないです、考え中。本気で言ってます。ちょっと消極的な。ですね、いいですか。理屈を説明するのであれば、霊媒の方に狼がいるんです。はい。そうですね、僕目線霊媒確定なの。確定ではないけれども、その可能性非常に高い。確定ではないか。確定かもしれないですけど、
その場合、ミネオさん、ミネオさん、ミネオさん今手挙げてない。僕は霊媒から行きたい。霊媒から行きたい。手を挙げた。挙げてない。ない。で、マヤちゃんは手を挙げた。私は挙げました。はい。マヤちゃん、グレーから行きたいって言ってたわけなんですね、みんな。いや、別にどっちでもいいかなと思っているんですけど。でも、マヤちゃん目線、絶対に霊媒師に置く。霊媒師には必ず狼一匹います。でも、私はそれよりも、霊媒師どちらが本物か今の段階わからないので、グレーから行ってその結果を見てからの判断でいいんじゃないかなっていうふうに考えます。マヤさん、マヤさんからしたら偽物ミネオさんが白出ししてるケルビンさんって別に何にもなくないですか？何もないです、何もないです。情報としてわからないです。いいでしょ。で、はい、前提だとして、はい、でその後で古谷さんってもし仮に人狼、今とか人狼だとしたら、はい、残り1分霊媒人狼いますよね、はい、人狼だとしたら古谷さんって出る理由ありました、うん、だから、マヤさんの目線からすればケルビンさんの方が怪しく見えるのが自然じゃないかと僕は感じています。その2人の中でどちらが怪しいかっていうので言うと、でかなこさんの方が狼だったら出る必要がないので心霊は高いかもです。ちょっと待って、どっちから行くかが狂人だとしたら、霊媒師にとって人の狼いるとかね。いや、いますよ。私それはさっきも言ってますが、います。はい、宮崎さんの話聞きます。残り30秒、はい、対抗が僕の偽物なので、僕は偽物確定なのでこれ喋らせるわけにはいきません、うん。初日にケルビンが僕白と知ってました。ケルビンが白が知ってる子から2個あげるならば別にいいかと思って僕はそのまま鵜呑みにしてました。したらそこから対抗が出てきてしまったし、しかも俺を占ってきたってお告げでって言ってるんで、これまずかったかなと思ってるし、ケルビン白と知っててあえて出てくるこっちは絶対狼だと思ってるんで、僕は霊媒から行きたいと思ってます。はい、僕、はい、僕、はい、いいですか。僕、なんかここまでのやり取りを聞いて占い師に狼がいるんじゃないかなと思っています。それは可能性で、マヤちゃんが狼なんじゃないかなって思ってます。マヤちゃんが狼なんだ。はい、そう、ほぼ一緒なんだ。ってか、ちょっと割とまだ2秒。みんなさんはどっちにやりたいと思ってる。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。じゃあ僕この前今喋ってたんで投票しようと思います。僕は別にその強く思っているわけでは必ずしもないです。ただミネオさんに聞きたいのは、マヤさんが人狼って見れないのはなんでかなっていうふうに僕は、これどれかでしたっけ、色。青からかなってちょっと思ったので、別に僕強くマヤさん疑ってるわけじゃないんですけど、マヤさん目線、どっちかというとケルビンさんを偽物に見なきゃおかしいんじゃないかなって僕は状況的に思ったのでマヤさんに投票しました。ただ釣りたいと強く思ってるわけではない。はい。入れます。マヤちゃん目線の霊媒の打ち上げはちょっとあんまりレア系かなと思うんですよ。なんでかというとケルビンが狼だとすると白をもらったのに出ますって出てきたことになるんですね。古谷さんが狼だとすれば出なくていいのに出てきたことになるんですよ。どっちが狼かよくわかんないんですけど、マヤちゃんがそれに対して不思議だなっていう感じが全くなかったんで、僕はマヤちゃんの芯は、8% ぐらいしかなと思ってます。そして僕は霊能心境だと思っているので霊能ローラーに誘導しようとした、誠さんが一番怪しいと思うので誠さんに入れます。はい、投票します。今日は霊媒から行くべきだと思っています。僕は占いの真偽に関しては、やはりミネオさんが真だと思っています。仮に僕が、マヤちゃん目線ミネオさんは狂人で狂人が僕に白を打ったということで、僕がもし狼だったならば、出ないで潜伏した方が得なんですよ。僕絶対釣られる位置ではないので。にもかかわらず、僕は霊媒師と言っているという点を皆さん、考えてほしいと思っています。古谷さんと。はい、では先に行きますね。私はさっきもう先に江原さんから言われてしまったんですけれども、峰尾さんが私のことを人狼目がないっていうふうに見ているっていうのはなんでだろうなっていうふうに思います。峰尾さんは狂人です。なのでケルビンさんに白を出していますが、これは適当だと私は思っています。正直霊媒がどっちが真かっていうのは私はぶっちゃけまだ真眼はついておりません。ただその可能性で言うと、ミネオさんが頑張って狼に白出しをしようとしてのケルビンさんを選んでいるのであれば、かなこさんの方が信命が高いんじゃないかなっていうふうに考えていますっていうことです。私は真の占い師で、で私はグレーから行きたかったんですよ。ということで今1票入っているのが誠さんなので、誠さんは分かりませんが誠さん言います。じゃあ僕から行きますね。霊媒ローラーするっていうならこの村の方針は簡単なんですけど、僕はどっちかっていうと現状マヤちゃんの方が本物っぽいと思ってます。マヤちゃん目線であれば霊媒に狼がいるにもかかわらず結構それでもグレランしたいって言ってるマヤちゃんが、いつもの通常運転かなっていうデータですね。
で、そこを一番拾ってきたアナウンサーが僕は一番怪しいと思ってるんで、アナウンサーに入れましょう。投票は古谷さんにしようと思います。僕は占いを残して進めたいっていうふうにちょっと思ってたりもするので、あの占いじゃなくて霊媒、かつケルビンさんが霊媒で出たのってまあ白出されたから出ざる得なかったって考えると、まあ別に狼じゃない可能性の方が俺は高いのかなと普通に思ってます。狼だとしたら別にそこで霊媒って言わなくてもよかった話だと思うんで、古谷さんに入れます。投票します。はい。さっきと考えを変えます。まやちゃんが最初真だと考えていたのですが、そうなるとミネオさんが狂人で、狂人のミネオさんはこっちに狼がいる可能性があるのに霊媒師から行きたいって言ったんですよ。それは私はおかしいと思うので、ミネオさん狂人じゃなくて真で、占い師だと考え、偽物だと思うまやちゃんに投票します。投票します。霊媒師の内訳が、古谷さんが人狼っていうパターンは結構ないと思っていますが、偽物の狂人だと思っています。ミネオさん、シン、ケルビンさんが、まあ、シン、古谷さんが狂人、マヤちゃんが狼と思っていますが、僕初日に占いや役職を継ぎたくないポリシーが心のどこかにありますので、グレーで一番怪しいと思っている誠さんに入れようと思ったんですけど、まやちゃんが入れたので僕の推理が間違っている可能性が大なんです。なんで、アナウンサーさんに入れます。はい。投票します。偽物の内訳は分かりませんが、偽物が入れている竹中さんは村っぽいと思っています。ただ狂人だと狼に誤爆はあり得るという形があると思っていて、僕が役職から行きたいのは、初めからのお告げも含めて霊媒から行きたいと思ってます。なので、僕は古谷さんに投票します。お腹がすごい気になってちょっとね、恥ずかしかったですけど、じゃあ、私がもし狂人だったらの話をしましょう。私がもし狂人だったら、私は占い師で出た方が得だと思うんですね。霊媒師で出るって、私は自分は今そんなことをしてると思うんですよ。そんなことをわざわざ人道でやりますかねって私は思うんです。それを皆さん分かっていただきたくて、私が本当に真だから偽物が出たから言ったんです。皆さんに真だって知ってもらいたいから出たんです。それは何かの間違いでしょうか。私は本当はケルビンさん釣りたかったんですけど、ちょっと悩んでて、狂人の可能性もあるのかな。でもマヤちゃん の, その人狼って決め、まあ白って言ったから人狼って決めつけてるのかなっていうのもあって、ちょっとごちゃごちゃしてました。私は釣られたくないので、でも役職には入れたくないです。大丈夫です。危ない危ない。残り3票。はい、投票します。いやー、私は占いはまず絶対に初日釣りたくないポリシーを私も柱さんと一緒に持ってて、分かる。そうなんです。それは行きたくないで、できればグレーから行きたいんですけど、私花浅さんも竹中さんも怪しめてなくて、一番グレーで怪しんでいるのは今現状は村中さんと江原さんです。ですが、それなら早く入れろよって言われるかもしれないですけど、ちょっと票を見たかったんで、古谷さんの票を見たかったんです。私は古谷さんを今日釣ってもいいのかちょっと考えてました。古谷さんに入れたいと思います。残り2票。現時点で私一番狼だと思っている人に入れます。矢原さんに入れます。最後の1票です。竹中さんが何票？3票。古谷さんが4票。いやー、どうなんですかね。難しいね。松田さんが、まあ、その霊媒師から釣らなかったのは、まあ、まやちゃんがその狂人で、ね、ここに狼がいるからっていう可能性もあるわけですよね。なんで、分かんないなということで、ちょっと役職全体に生かした方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。なんかそっちの方が面白そうですよね。ただお兄さんが、まあ、村かどうか分かんないですけど、まあ、村の方向性も含めて、まあ、グレー釣りたいか古谷さん釣りたいかだと思います。まあ、ちょっと人間に見えてるけど申し訳ない。というわけで本日は竹中誠さんと古谷さんの決選投票になります。4票ずつですね。決選投票行く前に弁明の時間があります。
順番決まっておりません。お好きな方から連名していただいて構いません。じゃあ僕からいきますか。ですね、まあ大体村の話、今までの話を総合して聞いてると、まやちゃん、フレアさん、それぞれに怪しい点というのがありますと。で、僕はその2人には両方に入れられてる。僕は大体どっちか人外だと思ってて、どっちかが狼なら僕は村ということです。その方針で言うなら、まあ今日フレアさんつっちゃった方が勝ち筋としてはいいんじゃないですかと思いますね。以上です。はい、では続いてフレアさん。先ほども言ったんですけれども、私が狂人だとして霊媒師に出る理由ってなくない、まあ、狂人人狼として霊媒師で出る理由ってないと思うんです。すごいリスクを出して私は霊媒で出てることになるんですね。で、私も本当に死んだから信じてほしくて出たんです。で、ちょっとさっき転びかけて言えなかったんですけどあの花朝さんより、あの誠さんの方が、あ、違う、逆だ、花朝さんの方がいろいろ意見を言っていたように私は思えたので、あまりそういうふうに考えてなかったのかなっていうふうに、あの誠さんは思ったので、花朝さんの方が新芽だと思って誠さんに入れました。はい、というわけで、決選投票に参ります。対象者が2人なので、竹中さんに入れる人は手を上に上げるパターンで、古谷さんに入れたい人は手を前に出してください。竹中さんが上、古谷さんが前、これでいきたいと思います。はい、では皆さんいきますよ。決戦投票、いっせーのーせ。おう、うわ、まやさんは手を上に上げる。はい、では、まやさん以外は皆さん古谷さんというわけで、本日ゲームから追放されるのは古谷さんでした。カメラに向かって遺言ができます。ご飯食べたいと思います。ちょっとこの決戦投票でまやちゃん以外が全員私に入れてるのっていうのはすごい不審はてながいっぱい浮かんでます。まあ、現在は私は翔子さん、メアリさんは意見をすごく言っていたので白目で見てます。花浅さんはそのちょっと下ぐらい、花浅、花浅、まあ、いや、どっちでもよくねえよ雑に花浅せっかく振り袖着たのに、あーやだー、あーごめー、私は着せてくれたから変わる卒業式かというわけで、天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは村人たちには恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。はいはいはい、天国ルーム来ました。はい、さあこんばんは。明けまして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。なぜか来ちゃった。あ、どうもどうも、お疲れ様です。いらっしゃいませ。すいません、お隣を失礼します。うん、はい、はい、もう話していいんですよね。いや、でもちょっと最初にこの子自己紹介させていただいていいですか。いいですか。うん、皆さん、こちらが、ごめん、初めてなんで、釣り屋の。あ、初めまして、釣り屋の皆さん、関西フレッシュ村という村から来ました、最高位戦関西の酒井と申します。よろしくお願いします。で、ちょっと一つだけ、あの不本意なんですけど、いただいていいですか。なんですか。あの皆さん、よかったら一緒になんですけど、はい、あの手をしていただいて、手を前に出していただいて、横にこう2回するっていうやつなんですけど、これをフレッシュフレッシュっていう言葉を取ってお願いしていいですか。はい、わかりました。いいですか。いいでしょう。すみません。一回な。せーの。フレッシュフレッシュ。ありがとうございます。ということで、はい、じゃあ、ヨースピさんに戻します。あ、いや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 。はい、私もじゃあ、多分2回目なんですけど、ご挨拶した方がいいのかね。はい、はい、ドラゴンクエストのプロデューサーをしております、斉藤と申します。よろしくお願いします。ようこそスリアル村へ。2戦目からですね、ヨースピさん。そうなんですよ、はい、なります。楽しかったですね、なんか、いや、初日すっごい展開になりましたね、はい、そうですね。狂人が占いにしろって言って、占いが霊媒にしろって言って、なかなかない。なんじゃこりゃってすごい面白い展開になった。おまけに狼同士の決戦だしね、うん、そうですね。なんかやっぱその人狼三潜伏がすごく私は嫌だったので、はい、すごくリスクが高いと思ったんですけど、うん、出ようと思ってたんですね。ただちょっと占いはなんかちょっと出にくい雰囲気になっちゃったので、うん、まあ、霊媒で出よう、次の日霊媒で出ようかなって思ってたらケルビンさんが出て、うんうんうん、私ケルビンさんとよく対決するんですよね、本当にでも結果的には入れ合った状態で多分、もうもちろん黒が出るから、うん、兄は相当ブラ置きされるんじゃないですか。そうそうそう、これね、今の1日目の動き後々生きそうですよね、うん、なんでそうですね、うん、あとはだからまやちゃんが間違って黒を打たないかなっていう。そうですね次の日、黒できたら面白いですね。そう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 、あ、
そう、安田圭って書かれてたよ。誰が？え、確かあんただよ。私？そんな恐れ多いですよね。もう古谷さんは今日こんな衣装なのにつるんですかって言ったら多分勝てたんじゃないかなとかちょっと思ったんですよ。でもちょっとそれは言い訳にしたくなかったので、うん、やっぱりそのフェアで皆さん行きたいなと思ってたので素晴らしい、全然釣ってもらってもいいんですけど、いい、ね、うん、ちょっとね投票すごい悩んじゃってたんですよね私。でもいい投票だったと思います。もっと早くにケルビンさんに入れるべきか、でも安易すぎるなと思ってケルビンさんに入れるのは、うん、なのでちょっとどうしようかなと思ってましたが、うん、なんと朝が来ますと、はい、朝が来ます、はい、また三河恐ろしい夜が明け朝が来ました。おはようございます。おはようございます。あ、塩麹、塩麹いっちゃう？塩麹が、塩麹わかんないでしょみんな。あれ、湯崎塩麹、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 塩麹。いや、天国ルームで。あれ、開いてる？ちょっと怖いや。開いてない、エロい、エロい、ちょっと、じゃあ間開けて、開けてください。開けて、危ない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 、マジか。それでは残された村人たちは話し合いが始まります。会議の時間8分になってます。始めてください。おはようございます。結果同時にいきましょうか。同時にやりましょう。じゃあ誰か、せーの、せ、まやちゃんが竹中さんを占って、江原さんが狼、江原さんは江原さん狼で、ケルビンが狼、はい、古谷さんは狼でした。まあ先に占いの方が言ってもらった方がいいかな、占いで言うと。そうっすね、はい、まあその後僕言います。はい、まやちゃんからお願いします。はい、私は昨日あの誠さんに入れてるんですね。面白いね。はい、誠さんに入れていて、で、あのもし決戦で誠さんが釣られなかった場合っていう風に考えて誠さんを占いました。だって最後決戦でかなこさんに、私と誠さんだけなんですよね、かなこさんの方じゃなく誠さん自身でっていう風にやったの。あれ明らかおかしいと思うんですよね。誠さん自分で自分を釣られに行ってるんで、釣られたら人望ない気がするけど。なるほど、わかりました。まあ、まあ、お願いします。はい、昨日の、占おうと思った対象は3人いました。柚月翔子さんと、これと五段寺さんと江原さんです。その3人でした。はい、柚月翔子さんを占おうかなと思った理由は、はい、まあ結果わかんないですけど白っぽいって言っていなくなったので、ちょっとどうかなと思った、囲っているのかなとかと思って一人候補に挙げたのと、ボタンジさんは、まあ決戦投票古谷さんに入れましたけど、わざわざあの決戦にしなくてもよかったんじゃないかなと思って候補のうちの一人。そして江原さんは、いつもの議論から考えるとめたくなって本当に申し訳ないんですけど、はいはい、まあ、村のなんか方針を決める流れになってなかったのと、まあ、あとあの不要に時間を使っていたなと思っていまして、で占いました。でちなみに言うと、僕あの対抗の神明を落とす話はあまりしたくないですけども、僕竹中さんはすごい真っ白だと思ってます。占う理由が一つもない。なぜならば僕、まあ、ちょっと結果効果見て出ましたけども、この偽物と、僕が白と知っている、古谷さんの対抗の古谷さんが2人とも竹中さんに入れてるんですよ。僕レバイシなんで先にいいですか。僕目線見えたことが、僕目線見えたことがあって、あ、見えたことっていうか、ごめんなさい、ケルビンさんの話で多分僕の先話してます。先の方が良くないですかね。じゃあ、はい、まあいいんじゃないですか。はい、何でもいい、はい、申し訳ないです。じゃあちょっとだけ時間ください。30秒だけください。僕、古谷さんが、狼でしたということを皆さんに伝えることができて、で、その古谷さんが誠君に投票してるんです。あそこで、まだ7票目だったと思うんですけど、7票目か8票目だったと思うんですけど、花尾さんに投票すると思うんですよ、もし誠君が狼ならばね。うん、そう、花房さんに投票すれば花房さんを投票対象に挙げることができて、誠くん、仲間である誠くんに投票する理由が全くない、ということを、まやちゃんが察して白だと思った誠くんに黒を打ったというのが僕目線、とても見やすい話、見えた話だと思うので、僕は峰夫さんを死んだと強く思っています。はい、どうぞ。いいですか。はい、僕ね、黒の下、残り5分、黒出し仲間、黒出し仲間、まやちゃんすげえ強靭だと思ってます。そう、私もそう、強靭だと思ってます。はい、じゃあ僕喋りますね。ミネオさんから僕は方針決めてないみたいな話をされたんですけれど、あのこの村でそもそもあの役職から行くかどうかを是とするかって話をしたのは僕だし、グレー釣りから行くのか役職釣りから行くのかってアンケートを取るっていう話を出したのは僕なんですよ。で、する方針を決める方向には持っていったんだけども、結局のところあの増田さんの話であったりとかに終始してしまって、結局決まらなかったのは昨日の村の僕は現状だと思っていて、それでなんか決めてないんだっていう、なんかいつもから比べて決めてないんだっていうのは、それは推理じゃないですよねっていうのが僕の反応です。はい、
一応僕はまあ、美濃さんが江原さんに来るってうのは結構危ないなと思ってました、狂人としてはですね、はい、マヤさんが本物っていうことだと思うんですけど、はい、要は江原さんは、マヤさんに投票してるんですよ、はい、でそれが自分がもし狂人だとしたら人狼に見えるじゃないですか、はいはいはい、なので、それはちょっと行きづらいかなっていうふうに思ってて、まあ、いろいろ込みで レバイシか片方でもさっきすごい大差ついたじゃないですか、うん、現状でケルビンさんの方を信じる人が多いんであれば黒を出せた2人を投票対象にしてればいいと思うし、あるいはやっぱりレバイシとローラって言い方あえてしますけど、ケルビンさんがいいんであればっていうのを先に決めてから話をしたいです、僕はこの2人のどっちから今日いいと思ってるんですけど、はい、他の意見があるんだったら江原さんがどうぞ、あ、今途中でそうです、だからそれもし2人だったら江原さん喋ってもらえばいいけど、だけどケルビンさんって話だったらケルビンさん喋るべきだと思うんです、そうしよう、だから先にそれを決めましょう、まずそのケツを取ってから、はい、そうです、僕はこの2人に行きたいと思って、行きたいと思って勝てばいい、はい、あ、そうしよう、どっちに行きたい人、行きたい人、この2人で行きたい、僕は2人で行きたい、この自分自身勝って行きたい、じゃあいいです、じゃあ江原さんと竹中さんで喋ってください、そうです、じゃあ僕の推理を話しますね、あ、この2人からっていうのは僕は全然方針としては反論はなくて、思ってることは、マヤさんだけが昨日、古谷さんに投票しなかったじゃないですか、とだけマヤさんはケルミンさんを本物だと思ってるってことですよね、逆ですかね、私はかなこさんを新名に見たんですよ、残り3人、はい、なので私はケルミンさんをちゃんと霊媒も片方釣ったのであれば釣りたいっていうふうに考えます、まやちゃんは今日になってもその結果は変わってないの、だってまやちゃん目線で言えば、まあ、狼がいて、ね、ケルビンは古谷さんを狼って言ってそうなんですよ、ね、はい、あ、いや分かりますよ、なのでかなこさんが生き残ってても多分ケルビンさんのことを狼って出すだろうしっていうふうに私は思うので、なので私は昨日グレーから行きたかったっていうのが本音なんですけど、ちょっと喋っても最初からすげえ言いたかったんですけど、まやちゃんはケルビンを何だと思ってるのかっていうのを、なので今は進化もしくは狼だっていうふうに思ってます、なのでちょっとミネオさんが今はというか前からそうです、はい、前からそうです、ミネオさんが狂人なので絶対霊媒にどっちかに狼がいるんですよ、ですね、江原さん次はまやちゃん飲めますよね、あ、別に大丈夫ですよ、だってミネオさん狂人ですよね、ミネオさん狂人です、僕かもしれないから、ケルビンが神明が高いんだったらケルビンはさっき、2人を釣りますかって言った時にまやちゃんはケルビンがいいって言ったんですけど、ケルビン神よりも、原さんが狼の可能性があると思うので、どちらかというと江原さん釣りに行きたくなると思うんですよ、まやちゃんとしてはどっちか、それは花房さんの考えだと思います、私はそうは思いません、いやいやいや第三者目線で僕もそうだと思っていて、僕は結論何が言いたいかっていうと、占い師の方に人狼がいるんじゃないかってやっぱりずっと思って、ずっとか今日の段階からそう思ってます、結構強く、はい、理由は何ですか、僕の意見は真逆です、理由は何ですか、ちょっと待ってください、エハラさん、じゃあ誰ですか、まあ、マヤさんが死んだと思ってますよ、え、あ、マヤさんが死んだと思ってます、マヤさんが死んだと思ってます、マヤさんが死んだと思ってます、じゃあ、俺が人狼だって、マヤさんから白もらって、そうそう、人狼はない、人狼はない、人狼はない、エハラさん、ごめんなさい、全然変えます、ケルビンさんとフリアさんか、これはね、分かんないです、うん、はい、まあ、ケルビンさんの結論が同じで、理由、ごめんなさい、僕下されたいって言うんですけど、はいはい、フリアさんが竹中さんに投票してるのがより分かんなくなっちゃってて、うん、結局今、ごめんなさい、僕大きく間違えたんですけど、占いは新居ほぼ確定ってことですよね、はい、江原さんの時点、ケルビンが死んじゃないですかね、だって、マグロさん狼ですよね、江原さんですよ、そうなりますね、3人目の僕と誠さんを選ぶときに古谷さんが入れてるから、残り30秒、ごめんなさい、ちょっと僕が考えてたのは、翔子さんが新占い師っていう気だったらどうしようかなってちょっと思ったところがあって、変な話をちょっとしてました、ただまあごめんなさい、その話は超レアけなんでいいです、でもやっぱり昨日狼の古谷さん、ね、やっぱり昨日狼の古谷さんの竹中さんを狼に入れてるは考えづらいなって思っちゃうので、私は江原さんに今日投票しようかなと思って、江原さんが狼の可能性って全然ある話で、まあ、ちょっとミネオの昨日なんか強く霊媒に行きたいって言ったら引っかかってたんですけど、うん、でもやっぱり強人でここに黒出すの怖いだろうし、い怖いと思いますよ、怖いとないです、竹中さん真っ白だったもん、でそこになったら強人は人狼って全然打てると思うから、うん、まやちゃん強人だと思う、うん、真です、話し合いはそれまでです、それでは投票の時間です、私だけの方がいいでしょ、ケルビンが本物だとすると、あと一郎なんですよね、誰か、まあ時間はじっくりあるんで考えましょう、
あ、そうですね。そうか、ね。その理由だけ言わせてください。今投票しちゃったんですけど、僕は相変わらずケルビンシーンというのがごめんなさい、理屈としてすっと言ってなくて、あのここをケルビンさんと、クラさんの構図でお互い微妙あったんですね。で、まあ今僕はさ、裏話が新居とかになってるんですけど、ケルビンさんは片足をもらったから出ましたっていうところと、その後に人狼のフル、ケルビンさん目線が新居としてから、人狼の古谷さんが出たところは全く僕はやっぱ特進がいかないです。でまして、僕の話からすると確実に竹中さんが人狼となるので、人狼の古谷さんが竹中さんに昨日ほぼ決定票を打ったという状況ですね。おかしくないですか。じゃあ私は本当はケルビンさんに入れたいです。でも裏の多数決でこのお二人ということなら、私はもちろん狼である誠さんです。投票します。僕は黒と見つけているので江原さん投票します。残りの一郎なんですよね。多分僕まやちゃん強人だと思っているので、これ3日目で終わっちゃったらごめんなさいね。かっこいい。かっこいい。いいですか。どうぞ。投票します。平八郎です。平八郎知ってるよ。知ってる。はい、ケルビンさんは、偽物であった場合、人狼であることは僕ほぼないと思ってるんです。なぜかというと、ケルビンさんは昨日、霊媒から行くべきだっていう発言を自ら霊媒師でもあるかにもかかわらず言ってたからなんですね。だから偽物だった場合は狂人だと思ってるんです。なので、まあわかんない、置いとき、まあ、ケルビンを、僕は釣ろうと思ってたんですけど、偽物であったとしても釣ろうと思ってたんですけど、まあ釣れそうにないと思っているので、僕は新占いだと思っている峰雄さんが黒を出した矢田さんに入れます。はい、投票します。本日の江原さんの行動、まあ、言動すべて取っ払ったとしても、やはり、狼が、狼に昨日の時点で投票するのは非常にありえない行為であって、狼同士が投票対象に上がるのは、まあ、ありえないんですよ。なので、そういった意味で僕はマヤちゃんの心を切っています。ということで僕は江原さんに投票しますが、おそらくラストウルフはサンデーさんか村中先生だと思っていますよ。投票します。投票は江原さんにします。まあ総じて江原さんと竹中さんを見てて、やっぱり江原さんの方が狼にすごく見えるっていうのはやっぱり一番でかい理由ですね。で、まあもう一匹どこにいるかって探すのがすごい難しいのと、ケルビンさんを確実に死んだっていうふうに今置くつもりは現状ないです。一応フィフティフィフティに考えようと思ってます。はい、投票します。私は先ほども述べたように、ミネオさんが死ん、マヤちゃんが狂人、フリアさんの人狼、ケビンさんが死の霊媒師だと考えているので江原さんに、投票します。そしてラストウルフは、現状もうこっちにすり寄ってる状態だと思うので、反対の意見を言ってくる人もまずいないし、村中さんのことはちょっと人狼なのかなってよく考えてみたんですけど、あ、私もケルビンさんのようにサンデーさんと村中さんちょっと怪しいと思ったんです。でも村中さんは昨日江原さんが怪しいって言って、ただ一人江原さんに投票してるのでちょっとないのかなって思ってます。残り3票投票します。僕聞いててちょっと今納得いかなかったのは、マヤさん目線、ケルビンさんに投票したいって確か言ったと思うんですね。本当はケルビンさんに投票したいけど、黒の出てる竹中さんって言ったんですけど、マヤちゃん目線、ケルビンさんが真の可能性ってまだ残ってるんじゃないのかなって僕思います。なのでマヤさんが偽物です。ということは江原さんが人狼です。残り2票。はい、まあどうなんですかね、まあ、この中で残り1匹の狼はきっと江原さんに投票してると思うので、まあ、この票はまあ正直参考にはならないかなと思ってます。村中さんの前日の投票も結局あんま釣られない場所でやってるので、まあ、村中さんだったら投票しててもおかしくないなと思ってるので、まあ、それは理由にはならないかな、まあ、平さんも僕はちょっとありえると思ってます。最後の1票。はい、そうですね、昨日の決戦は参考にならないんですが、決戦の前の投票をちょっと洗った方が良かったかなと思いました。で、明日始まったらやりましょう。昔に出てもやってください。今のところ一番怪しいと思っている人に入れたいと思います。
それでは本日は江原さんが追放されることになりました。カメラに向かって遺言ができます。いや、配信出て史上最大のひどいミスをしました。申し訳ございません。花さんが一応質問されたんでお答えしておくと、僕は決戦前投票をマヤさんに投票しています。ので、一応これは、情報として覚えておいていただければと思います。僕が強く混乱していたのは、昨日、古谷さんが、2番目の霊媒師と出てきたことで、僕は、神明が高いのかなというふうに思っていました。で、その、古谷さんが、竹中さん、今日、人狼と出された竹中さんに投票されたことによって、僕の推理は結構おかしくなってしまって、あれ、実は霊媒の中に、人狼が実はいなかったのかなっていうふうに思ってるときに、ケルビンさんが怪しくなって、占い師の方に人狼がいるんじゃないかと思ってしまったんですが、これはすみません、皆さんから指摘された通り、誤りでした。申し訳ございません。ちょっと投票から読むことが難しいなと思ってるんで、ちょっと今、花さんは投票を洗いたいって話されてるんですけど、もしかしたらこれはもう人狼同士が1日目に切り合ってるパターンかなっていうふうにちょっと思うので、一応そこは、気に留めていただけたらよいかなというふうに思います。以上です。天国ルームで村の育成を見守ってください。気をつけてください。セーフセーフセーフ、はい、というわけで残された村人たちには恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。いや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 、あー始まってる。1戦目にして神展開来たね。来ましたね。これはおもろいですね。めっちゃウケる。これこれはすごいね。江原さんもどうぞ。失礼します。通れますかね。でもすごいいい感じになりましたね。江原さんお疲れ様です。あ、なんか音楽かかってるのかな。あ、これかかってますよね。ミュートだからね。音楽かかってるのかな。そう、え、音楽かかってないのかな。さっきこっちには聞こえてこないんですね。 BGM かかってるんだったら、あ、でも今井原さんいやもうね、呆然としてます。そうですよね。そうですよね。音楽とかじゃ話じゃない。ただただ呆然としてます。でもいや、まだ口筋は全然あると思います。いや、どうやって投票先から怪しい人を指定していけばいいのかなと思って混乱して、素の方が出ました。あれ素だったんだ。あ、そう、素の方が出ました。素でなんか、はい、そうかそうか、単なるミスです。コメントでは江原すごい、わざとすごいいいなみたいな。演技は違う。ダメダメ、買いかぶりだよ。買いかぶり、買いかぶり、もう兄を残す気で言ったんだって言われましたよ。でも、ちなみに狼目線、どっちが新占いって見えた感じ。あ、いや、でも峰雄さんかなって思ってました。峰雄さん、はい、もうマヤさんは、うん、やっぱその、なんだろう、古谷さんを、なんだろうな、ケルビンさんと古谷さんを、うん、なんかこう決めに行ってるあたりがもうなんか芯っぽく見えなかったので、はいはいはい、そうですね、うん、やっぱりそうですよね。そうですよね。だからこそわざと2人で竹中を残しに、巨人ですよね。そう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 、前日の天国ルームでマヤちゃんが兄に黒出さなければいいんだって言わずくさん言ってたんですよ。そうだ、古谷さんがマヤさん目線絶対狼だから、はい、狼が入れ合ってるから、うん、白と見て、うん、すごい自信を持って黒出すんじゃないか、うん、という可能性。あ、やべえ、僕ね、翔子さん狩りだと思って噛んだ。あ、そうなんですね。私てっきり BGM かかってるから、うん、でしょ。なんか、そうそう、BGM かかってるから宣伝しろよって意味だなと思って、江原さんか、うん、村中さんか、サンデーさんか、ミネオさんのどれかが人狼だと思って、うんうん、そうですよね。あと逆効果って書いてある。音量でかすぎるんじゃないですか。あらあら、あ、じゃあちょっと下げましょう。なんならしょうこちゃんが生で歌ってもいい。そうそうそう、あ、そうか、そうそうそう、いや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 、BGM なんかみんなの気持ちいいぐらいに下げてください。しょうこ、ありがとう。やるの、やるのやるの、ね、やらないんですよ。やらないでしょ、誰も。ここでここで椅子の上で立って歌ったらみんなやるよ。ねえねえ、偉い人たちだから。いやいやいや、偉い人たちだから。偉い人たちだから。あと原さん、申し訳なかったです。あれ、私参戦徳がすごく嫌だったんで、どうしても役職で出たかったんですよね。僕も全然出る気あったんですけど、うん、なんかもうちょっと別に2日目まで我慢しちゃってもいいかなって思ってて、出なかったんです。あ、そうなんですよ、はい、ちょっと悩んじゃったんですけど、もういいかなと思って。あれ、人狼で本当はないはずなんですけど、うん、なんかちょっと全体的に、まあ、村人がうまかったのかな。古谷さん疑えたっていうのはすごくだと思いますよ。でも古谷さんと竹中さんどっちも人狼は全く考えてなかったな。そうですよね。あ、まあ、今すごいお兄さんが切られまくった状態になってるので、うん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 、まあお兄さん頑張れって感じですね。これって、うん、誰噛むと思います。誰噛みます、江原さんなら。混乱の極致に。いや、江原さんでも混乱してると思えなかった。役職は全く噛む気なく。あ、そうなんだ。役職は全く噛む気なくて、仮人探しでして、なんか翔子さんで僕噛めたって思ってた。今日ミネオ噛んだ方がいいんじゃない、今日は。そうですね、うん、今日ミネオさん噛むかなってさっき。まあ、芯取ってるから、まあ、うん、まあ、グッチョも起きる可能性もあるけど、じゃあもうミネオさんは完全に新占いにしちゃうっていう、うん、そう、そしたらもう兄が最後まで残るパターン、釣り縄に使いたいっていうことですね、うん、まあ、霊能も釣りに、うん、開けます。そろそろ朝が来ます。さあ、誰が死んじゃうのかな。開けましておめでとうございます。開けましておめでとうございます。頑張れみんな。
恐ろしい夜が明け、朝が来ました。おはようございます。こわっ、おはようございます。飽きたこれ、飽きたこれ、いませんでした。はい、それでは残された村人たちは7分で話し合いを行ってください。はい、 ね、いいですけど、まあ占い見してるような気がしますけど、ね。うん、まあそうですね。結果見つけちゃった。見つけてないな。ああ、残念。お願いします。いないな。じゃあ、じゃあせーのでいい。はい、お願いします。はい、せーのせ。あ、僕白です。はい、はい、ありがとうございます。白さん、白さん、狼でした。あ、狼でした。はい、わかった。さて、とりあえず占った理由を聞きたいですけど、一応ね、一応聞こう。うん、あ、私は今日は村中さんかサンデーさんどちらかを占おうと思って村中さんから占いました。なるほど、はい、まあまあ失敗したかなと思うんですけども、まあ、ラストウルフならあんな目立つ行動するかなっていう話はありますけど、いや、まあでもいいところ選んでくれました、うん、僕も。そう、それで、ね、それでね、外れちゃうのも嫌かなと思って、うん、まあなので八郎さんを占ったんです。一応マヤさん、僕占う、僕結構一日目投票最後の方で、しかも江原さんに入れたんですけど、それだけ見ると僕怪しいですけど、でも僕竹中さん釣られそうだったんですよ、あの時。覚えてます？竹中さんを見てるんですよ、初日、ね、僕後半投票入れたんですけど、僕江原さんに言ってるんですけど、あの時竹中さんもし仲間だったら僕相当危険じゃないですか。竹中さんに次数投票した方が良くないですか。というか、まやちゃんのシーンを追ってる方、まあ、一応それだけ確認したいだけ。僕はその時投票して江原さんに入れたんですけど、結果的に、まあ、あんまり意味のない票ではありましたけど、別に竹中さんを助けるんだったら例えばどこにでも入れたじゃないですか。もっと竹中さんと競ってる人に入れるのも普通じゃないですか。いや、例えばというか、まあ、あのケルビンさんが死んだとして、うん、で、かなこさんが狼としますよね。狼同士だったからどっちも入れないかな。狼同士だからっていうので、私は村中さんが。でも確か花房さんもそこそこ票入ったから。2票入った。選べる。まだ選べる。選べる。僕、あの時、花房さん誰から入れたんですか。僕。まあ、いいです。まあ、僕、まあ、いいじゃない。しろってなって、うん、まあいいですけど。ちなみに言うと、まやちゃん目線、ラストウルフ、竹中誠さんかな。誠さんと、かなこさんとケルビンさんを信じるならですよ、うん、ケルビンさんを信じるのであれば残り5分、かなこさんで江原さんの3人。昨日でもケルビンさんに投票したいぐらいの気持ち。江原さん、江原さんに信じた場合なら、あ、強豪枠ってことか。いや、まあ一応ありえる、うん、ありえる。それ以外の答えだったら即するつもりだったから、まあいいですよ。つまりまやちゃんは仕事が終わってるんですよ。かなこさんが死んだった場合、かなこさんが死んだった場合はあの、そう決まっているわけではありません。ただ、まあ、オオカミもあと1匹なんでね。なので、誠さんとケルビンさんと残り1人が誰かグレーの中にいて、で、なので私は次はサンデーさんを占いたいなと。今日誰投票したいですか、ちなみに。今日、うん、誰投票したいですか。投票したいのはサンデーさんですか。え、田中さん全然違って。いや、全くわからん。誠さんはもちろんです。マエちゃん、マックス狂人ってやつでしょ、これは。そうだと思う。いや、いいよ、ラストウルフさんが一応人狼の可能性もゼロではない。ゼロではないんだけど、マヤちゃんが人狼の場合、ケルビンが狂人の可能性があるんですけど、ね、その可能性が低めだと思ってるんで、マヤちゃんはほぼほぼ狂人だと思って。今黒出しましたしね。最悪のパターン、例えばマヤさんが死んだとして狼で、ミネオさんが、まあ、人狼チームじゃないですか。で、ケルビンさん狼でも明日は大丈夫。まあ、グッチョクしてますもんね、今ね。うん、大丈夫。ただ僕も釣り縄は増えてないし、ただもうミネオさんも明日生きてないので、おそらく。なのでもう釣り的にはそんなに余裕がある状態ではないという認識を持ってほしい、うん、いや、私が困れている可能性ありますっていう確定。まあ、そしたらまあ明日分かります。マヤちゃんグッチョクなら出ません。そうです、僕もそうしてほしいです。自身の人がもし万一マヤちゃんがグッチョクだと大変なことになってるんで出てほしいです。それは間違ってもないです。まあ、ほぼほぼミネオさんがカマレですよ、これ。オオカミちゃん黒出してますよ。で、今日の釣り先なんですけど、ね、まあ、時勢出たから基本的には、マヤちゃんには申し訳ないんですが、うん、ケルビンかマヤちゃんのどっちかです。普通だったらケルビンなんだけど、マコトさんは釣りですか。はい、いや、ただケルビンの心理がかなり高くて、マヤちゃんの心理がかなり低いんで、マヤちゃんを。あと、ケルビンはミネオさんから白が出てる。うん、だから、うん、マックス狂人なんで、マックス人狼の可能性があるここを突っておいて、そのもう一回のグッジョブを狙うっていうのが僕はいい。まあ、まあ、まやちゃん人狼っていうケースは役職に二郎いますよね、ミネオさんが。だからそのパターンって僕結構ないと思うので、うん、まあ狂人だと思ってます。まやさんは死んだい場所もあるんですけど、ちなみに一郎の場合もありますよ。ミネオさんが死んで、まやちゃんが人狼で、ケルビンが狂人、ケルビンが狂人で、うん、古谷さんが本物っていう可能性もあります。それはでも、まやちゃんの今日までの行動を見て判断してほしいかな。まあ、ないと思います。ただ、
ポイントがグッジョブが起きてるっていうのが、うん、まあマヤちゃん釣りに行くっていうのが大きい要素ではある、ね。騎士は釣りたくないですよね。うん、まあそれはだからある勝敗にはでは勝てないので。初日のゆずき三神はボディガードだと思ってますけど今、うん、あれは。そうですね。ミノさんはかなり最初から残り1つにつけていや、ミノさんはもう死んじゃうから僕は一番怪しいかもしれない。ケルビンさんが真の場合なんですけど、カラコさんが真の場合はマコトさんとあと1匹グレーにいますからね、うん、まあ、じゃあ一応どうせ、じゃあちょっといいですか、一応マヤちゃんに突っ込んでおくと、あの、フレアさんが本物だった場合って1匹も釣れてない可能性ってあるから、はい、そうですそうです。ミネオさんが人狼で、はい、ケルビンが強人で、二郎ミネオさんが強人で、私の白。ミネオさん白。ちょっと待ってくださいね。もし僕が、まあ、こっちが死んで強人ならば、ってことをまあ考えると、一匹も連れてないから高中さんっていう話はあるんですけど、僕が残り、今日多分いないんですよ。残りの方がいらっしゃるね。残りの狼の候補は村中さん、高橋さん、五炭治さんです。で、僕はね、五炭治さんちょっと怪しいなと思って。わかる、白いよ。花岡くん花さんは議論の展開が白い。くそ白くない。竹中さんは初日から僕はこのね、僕黒って言ってくれてる人たちから僕は全部白い。残り1分から見てると確かに。ただね、昨日の発言とかちょろちょろ白い発言してるのよ、ゴタは。まあ、ただ、めっちゃわかんねえな。ただ、みんなと一緒ですっていう感じです。僕がこの中で一番村っぽいって思うのはメアリさんかな。マジですか。ほら、入ったほら、入ったほら、入ったお前か。サンデーさんか。いや、村が白い。サンデーさんを釣って、まあ僕怪しいと思うのは僕も釣ってんのみたいな方針でもいいと思ってるぐらいなんです。いや、三両の灰の殴り合いになるんですよ。てか、残り30秒。そうだね。正直、マイちゃん死んでも、あの、身の写真が変わんないですよね、やること。まあ、そうね。唯一ワンチャンあるとしたら、今日で、死んで、ローはある。あります。ある。そう。今日で、強靭で、死んで、ローはある。ある。ないですよね。強靭で、今ね、ローを2回目出したっていうのはね。村中さんで初日何に投票しました？江原さんです。初日だろ？初日江原さんです。だからそれを私は狼同士でやるかなって思ったんですけど、五反治さんは別にあれは意味のない投票だから関係ないと言いました。絶対違うの？うん、関係ないと言いました。むしろ江原さんがマヤさんに入れてることが重要で、だからあれがやっぱりマヤさんが本物の大臣一緒に江原さん見えたんだと思うんですよね。だから強人だと思うから、すまない。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。僕が怪しく見える理由もなんとなくわかりますが、僕はもう松田さんがもう強人でしょうというふうにみんな思ってると思ってて、まあ狼の可能性も追いたい気持ちもわかるけど、江原さんのあの投票を見て、マヤさんが狼だったら、まあ、ヤラさんすごいなで別にいいかなと思います。サンデーさんが狼で、それで今日で終わっちゃうかもしれませんっていう感じです。違ったらごめんなさい。はい、じゃあ行きます。私は今日は確実に狼の誠さんに入れます。あと一人見つけるんで行きさせてほしいなと。はい、村目線、マヤちゃん強靭で釣りたいわかるんですけど、僕は、残りが、今10人か、10人で4釣りあるんですけど、やっぱりグレーに使っていきたいと思うので、サンデーさんか村中先生、僕初日切ってるのあると思う。投票します。寺地です。今、ボタンジ君が僕はラストウルフだと思っています。マヤちゃんを釣りたくないっていう、まあ、発言から、投票を選んでいたんですけど、今日マヤちゃんを釣る理由は、もう一回グッジョブが出たらもう勝てるということなんですよ。だからマヤちゃんを釣って、仮にミネオさんが連神された時に騎士絶対明日生きてますよね。なので騎士 CO だったりそういった場面も訪れやすいので、僕はマヤちゃんを釣っておくべきだと思っています。票はもらったんで入れますね。僕、グレーに行きたいって気持ちは分かりますが、騎士がもちろんいるし、僕もグレーなら絞り切れてません。東京マヤさんにします。で、僕、身内切りするからっていう理由だけですけど、僕、あんまあれそんな間違ったことを1日目からやってる覚えがないので、よく考えるし、それをやる人だっていう投票され方されちゃうのはちょっと辛いかなと思います。残り5票入れます。投票はマヤちゃんにします。また忘れてたね、投票洗うのを。投票洗うのと、もう一個、初日に霊能ローラーしたいか入りに行きたいかっていう話で、霊能ローラーしたい人が若干
白いのかなと思ったので、それこそ明日やりましょう。明日もう、ね、すぐ忘れちゃうけど。まやちゃんに投票します。あ、すいません、残り3票。はい、投票します。もうグレーから間に合わないですし、確かに騎士を釣りたくない騎士が絶対生きてますよねっていう話はすごい腑に落ちました。はい、ですね、まあそうは言いつつも、まあケルビン・ミネオさんを信として置くなら、今日オオカミは絶対にマヤちゃん釣りたかったはずなんですね。自分に縄を伸びるのが嫌なんで、そこを一番無視してるボタン銃はそこそこ村っぽいのかなと思うんですけど、まあまだわからないですね。フェイクかもしれない。はい、投票します。マヤちゃんに投票します。ミネオが死んだ場合で、僕の予想ではあと1匹だと思うので、ケルビンさんの偽物はもうほぼないと思います。なのでケルビンさんは心霊媒だと僕は思って、この2人を絶対に信じた上で明日臨もうと思います。それでは本日ゲームから追放されるのは松田真弥さんでした。カメラに向かって遺言ができます。はい、狼藩は誰を食べはるんやろうね。まだ狩人さんが生きているので、私は村の勝利を信じて去ります。私が死んだので忘れないでください。さよなら。ほな天国ルームで見守っといてやろう。ほなら村の人には恐ろしい夜が来ますさかい。皆さん行動に移ってくださいや。急に何話の飽きんのね。お疲れ様でした。お疲れ様よ皆さん。すごい。いやーすごい、まだ見てないですよね。まだ見てないです。見ます？見ます。ちょっと待って、これなんだろう。なんとなくじゃあ予想先言った方がいいのかな。二人まで分かりますよね。今どういう状況か。あ、私ご飯食べましたよ。ケルビンさんが真の確定ですね。霊媒師で、はい、でかなこさんが人狼で、はい、で。江原さんが人狼で、はい、で、なんかね、うん、嫌な感じする。あ、じゃあ見ましょうか。はい、見ちゃいますか。はい、どうぞ。誠さんじゃない人狼、誠さんじゃないですか。あ、やっぱりまやちゃんでもしょうがない。まやちゃんは釣られたことがすごい。そう、釣られるべきだし。いや、もう釣られようと思って。あと、初日に古谷さんと誠さん入れ合ってるから、わかる。投票洗ってほしい、逆にと思って。そう、わかる。なんか、いや、狼出した時にね、誠さんの手がちょっとふるって震えてあれと思って、狼かこうかと思って。でも、これによって多分、おそらく安定って誰かが言わない限りは釣られにくくなったとは思う。うん、すごい神明を、まあ、言ったら下げたから。なんか私、神明下がってましたよね。下がったんですよね。可愛い感じで退場してたし、ケルビンさんは明日 100% 生きてるんで。ケルビンさんは絶対釣りたくないんですよね。そうそうそう、ほんと誠さん、もう普通になんか最後、うん、普通に村に見られて、うん、そのまま終わればいいなと思ってたんですけど、だからやっぱ残す人を選んでいかないと難しいってね、話をさっきしてて。黒出したんなんでお兄さんに黒出したのって今書いてあった、うん、なぜ選んだか、うん、古谷さんが多分投票してるからですね。え、違うんじゃない、どうなんだろう。いや、ちょっとどっちでもいいかなと思ったんですよね、うん、かなこさんが投票していて、うん、誠さんに、うん、なので、あ、結構やっぱ村なのかなと思って、うんうん、でももし万が一その私が黒を出した時に、うんうん、ミネオさんが対抗だったじゃないですか、うんうん、それで対抗で黒でってなると、うんうんうん、まあ私の方がその時は偽目に見られれば、うんうん、誠さんは新目が上がるっていう風に感じたんですけど、そんなこともないのかな、普通に白出してた方がいいのかな。逆戦さん、いや全然いいと思います。黒でいいんですけど、誤爆する位置がちょっと、まあ一番黒打ちやすかったのはタイヤさんかなと僕は思いました。あ、なるほど、そろそろ行ってらっしゃいませ。応援しよう、狼を。応援します、全力で。頑張れ。ご主人様ごめん。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。おはようございます。どう、ミネオさんが襲撃されました。天国ルームで村の行く末を見守ってください。体とか顔の色が一緒なんかマジしてる。そういう人がなんか一体感あるのかなって。確かに似合ってる、ね、それでは残された村人たちは話し合いになります。会議の時間が6分になっております。それでは始めてください。おはようございます。
まあ長いですね。票を洗いましょうで言ってて、僕が怪しくなるみたいな理由もわかるんだけど。うん、で最初グレランとレイで2択取って、グレランに行きたいって言った人、はい、なんですよ。うん、まあ僕丸もらってるんで、グレランに行きたい。例外に結果としてまあオオカミがいたという。いや僕ねレンにオオカミいると思わなかったんだよね。いや僕も思わなかった。私も最初マヤちゃんじゃん。僕マヤちゃん最初思わなかった。思わなかった。えとりあえず最初初日の決戦前の投票洗いません。うん、それがいいと思う。最初に入れた人、最初にフリアさんに入れた人って入れてない。おどうやって顔した今。おー、どや顔ですね。どや顔ですね。ここで拾ってくれたかったよ。やっと言ってくれたから大丈夫。で、村中先生は江原さんに入れました。江原さんは僕はそこは分かるよ。そこだけなの。まやちゃん。まあ、仕事を入ってて、もう次がもうこの3人なのか誰かって時に0から1にしただけだから村中先生。しかもあの投票が影響して、その、あの、峰尾さんが、江原さん投票してるかもしれないんで、それがそのプレーを助けてるかもしれない。あ、じゃあ、村中さんの、村中さんの考察を聞きたいんですけど、初日にあの票を入れたのって、あの投票が集まってた花房さん、古谷さん、竹中さんの中に狼がいないと思ったからですか？あのですね、僕は単純に、投票の時に言ったと思うんです。一番狼だと思う人に言っただけです。僕はしかも役職に入れないと自分で言ってるだけに、この灰色の中で狼、竹中さんとも人間に見えた以上入れない。花房さんもあの時は人間に見えたら入れない。うん、僕は自分単純にグレーの中で狼だと思ったら入れただけです。ただ単純に投票で怪しい人に入れただけなんです。役職に入れたくないってもともとじゃあ思ってたから、それは手を挙げてもらった、思ってたからっていうことですね。一応、あ、ごめんなさい。で、あと、まあ僕疑うのはいいんですけど、まあ平さんがもう絶対村だと思ってるんですよ。で、それでケルビンさんもほぼほぼ僕、あの強人、マックス強人ですよね、一応ほぼほぼ真の霊媒師で僕はいいと思ってるんで、まあ2人がもうちょっと話してほしいから、別にその時は花房さんはしろと思ってたけど、今はどうかわかんないし、別に普通に、まあ、花房さんはなくはないじゃんですよね。なことなく白で、なんか投票行動からかばわれている感はなくはないので、花房さんに最初の1票目入れたのは、あ、僕に最初の1票目入れたのは花房さんに1票目入れた。でも僕一番最後入れた。そう、今のところバランスを取るのって、ね、いいですか。じゃあ僕ちょっと怪しまれ始めたね、いいじゃないですか。僕今一番怪しいと思ってるのは五段次くんです、うん、さっきの、霊能者の中に狼がいるにもかかわらず灰に行くっていう話をした、僕は灰に行くって言ったのは霊能者に狼がいると思ってなかったからです。心境だと思って、古谷さんがあそこに出るとは思わないし、ケルビンが白をもらって霊に出るとも思わなかったので、霊は強人だろうと思ったので僕は灰に行くべきだというのはありますが、五段次くんはなぜそう思ったんでしょうか。まやちゃんが、いや、あの、足峰さんが、皆様本物だと結構簡単だなと思って、残り3分、まあ、まやさんが、まあ、人狼だった場合は、まあ、なんだっけ、霊媒師に心境になるとでなった時に、結局僕分かんなかったんです、どっちか。あの時点でその真偽がつかなかったので、まあ、あのグレーにで、竹中さんはまやちゃんのことを本物っぽいって言った理由が、まあ、自分が本物で霊媒師に、どちらが狼か分からないからだっていうふうに言ってたんで、まあ、それがを釣りに行かないのはあの本物なんじゃないっていうふうに言ってたんで、まあ、僕はその狂人として狼がいるから選べなかったんじゃないのっていう理由で、まあ、そういった意味合いも込めて、まあ、お兄さんに入れてると。で結局全体見た時にやっぱり峰尾さんが本物の可能性がある以上、古谷さんから行くっていうのも、まあ、基本的な手順ではあると思うので、大体ああいう結果にはなると思ってましたしね。まあ、僕も五段次くんがラストウルフだと思っているのは、まあ、結局古谷さんが狼だったわけですよね。で古谷さん狼を助けに行った、積極的な投票をしたのは五段次さんっていうことなんです。結果最終的に助けられなかったし、僕も役職から釣りたくはないと言ったけど、弁明ではね、もう変なこと言ったんですけど、ケルビンさんが強靭に古谷さんが死んだ可能性って残ってるんですか。ちょっと変なことと二郎でケルビンさんに教授だと負けますよね、一応ね。一応ね、一応今日終わってしまうケースですけど、ね、一応です。だからまやちゃんが真のパターンですよね。それいや、まやちゃんいや、ミネオさんが真でもあるんですよ。ある、ある。ケルビン、今日は真と同じ結果を出し続けてる教授がある。古谷さんが真で、まやちゃんが真の。まやちゃんが二郎ついてるから、まやちゃんと江原さんと、ミネオさんが真なら大丈夫です。そうそうそう。だから、可能性はあるかもしれないけど。昨日それを気がして、まやちゃん吸ったんですよ。もうさ、もう一度僕が怪しいと思ったら理由言ってもらっていいですか。理由を言ってください。あ、はい。あ、八郎さん途中で。古谷さんとかに、そう当たらない理由が全く分かんない。僕は、最終日の初日の投票で
狼である古谷さんを助ける投票竹中さんにしてるので、で決選投票に持ち込もう持ち込んで、残り1分ね。なので霊媒師に入れた人は結局身内がそのいつかそのローラーされるみたいなところは別に考えてない。いや、その可能性 もちろんありますよ。でも最終日に残った時にそれ材料になると思うんで、僕は平さんを絶対説得しなきゃいけない人間だから、ね。五段寺君は初日に、誰が死んだと思いました、占い師は。いや、まあ、パッと見はもちろんその峰雄さんかな、僕は。あれだけ出なかった理由ってなんでかっていうと、結局狂人もしくは、シンが白打たれてて峰雄さんが出れなかったからだと思うんですね。残り30秒考えると狂人が他にいた場合パッと出てると思うんですね。だから、霊媒が最終的に神龍なんだなと。じゃあもう一個かな、五段寺君は肺に到達したと言いましたということは霊の持ち役神経だと思ったということだよね。いや、その理屈でいくと僕は神龍だと思ってた。霊を、ただ、霊が神龍だと思ったのに肺に行きたいって言ったの。うん、まあなのに古谷さんでもなく誠さんに言ったってこと。うん、まあ僕はね、まあ、どちらでも正直良かった霊媒でもいいと思ってたし、村勝の理屈は、まあ、霊媒釣りたいの気持ちは分かるけど、うん、いや、僕が一番言いたいのは、まやちゃんが五反治君目線、狼の可能性もあるにもかかわらず、まやちゃんがいて誠さんに五反治君が入れたっていうことだったら僕じゃねえと思う。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。最後にちょっと五段寺君の矛盾がつきたかったんですが、五段寺君の思考回路で誠さんに入れるのかどう考えてもおかしい。僕に入れるもしくは古谷さんに入れるのは白かったんですが、あそこで誠さんだけは五段寺君目線ないと思うの。買いに行きたいと思ったら前ちゃん狼だと思ってたってことが、狼が入れたら誠さんには入れれないと思うので、僕は五段寺君から取るかなと思います。うーん、どうします。僕に先、あ、どうぞ。まあそんなこと言ってても、まあ僕は村人なので、まあ、最後オオカミだと思ってるサンデーさんに投票します。まあ僕釣って、まあ、サンデーさん釣って、まあ終わるかなっていうような感じです。僕を釣って一日無駄にして明日迎えてください。投票します。五反治さんがラストウルフだと思っていますが、それで終わらなかった場合、僕は花房さんだと今の投票で思いました。五反治さんが投票したのは最後で、古谷さんと決選投票に持ち込むためには3票もらい2票もらいだったんで、花房さんに入れることはできなかったんですね。決選投票にしたかったから。そこをついた、花房さんは僕ちょっと怪しいと思ってる。でも五反治さんで終わると思ってる。はい、投票します。僕は五反に入れるつもりだけはないです。五反は僕隣にいるからなのせいるからかもしれないですけど、すごい話してる目線が村目線で、狼を探そうとする努力を結構してます。ゴータは僕村だと思うので絶対、釣りたくない。なのでサンデーさんか村中先生がやっぱりラストゴルフだと思っている。ただサンデーさんは初日に古谷さんに投票してる点から、村中先生の方が狼だと思ってる。残り4票。困ったなぁ。じゃあどうしますか。いや、僕もなかなかあんまり言えることがあんまりないんですけど、僕あれ江原さんに入れた理由をもうちょっとだけじゃ説明すると、江原さんが犬一番に投票したんです。あの日に犬一番に投票で占い師入れたんです。僕は占い師から行くのが嫌だったし、江原さんもし占いに入れるんだったら多分議論時間で占いから行くともありってもっと言うべきだと思ったし、何も言わず霊媒じゃなくて占いから入れた江原さんをすごく人狼に見えたから江原さんに入れたというだけです。これ以上説明ができないです。で、僕もね、サンデーさんと五反治さんほぼ2勝ですね。他の村の人に聞いてください。サンデーさんに入れます、今日。残り3票。投票します。サンデーさんに投票します。ケルビンさんと同じ意見です。五反治さんはすごくちゃんと前向きに狼を探そうとしている姿勢が私には感じたので、まあ、本当ここまで来ると結構勘になっちゃう部分もあるんですけど、ただサンディさんがもし投票持ってませんか、何票目に古谷さんに入れたのかっていうのは言っといた方がまあ材料になるかなって思ってます。投票します。私騎士です。なので私は白です。僕は五反治さんと村中さんですごい悩んでました。初日に僕は古谷さんに投票しているし、必要に僕に突っ込んできているのは僕が怪しくなるようにしているから突っ込みやすいって話だと思うんで、僕に投票している人の中におそらく狼がいるんだろうと僕は思っています。小谷さん投票します。はい、ですね、ご単純は違うとは思うんですよね。むしろ票が遅かったこっち側の3人の方に狼いるのかなと今日話してて思ってたんですけど、まあサンデーさんのことを釣るわけには今日いかないんで、まあ今日はご単純ということになります。
というわけで本日ゲームから追放されるのは五反治さんでした。カメラに向かって遺言ができます。そうか、騎士だとはあるんですね。なんとなく納得ですが、まあ騎士、まあ死んでないですよね。なので多分太鼓も出れなかったと思うので、残りの一人の狼は今頃泡吹いてると思うんですけど、ちょっとまあ初日のあの投票は確かに黒いなと思います。頑張ってください。天国ルームで村の行く末を見守ってください。残された村人たちは容疑者がゲームから追放されて恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。ミュートにお疲れ様です。天国ルームへようこそ。ようこそ。ミュートしました。お疲れ様です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 。奥狼だったらね、狂人釣っときゃいいじゃんと思ったりするけど。ミネオさんです。いやはい、スカイネクさん、初めです。変わりました。二連神ですね。しょうがないですね。ご誕生さんです。お疲れ様です。取られちゃいました。俺3手占ってんすよ。誰占ったって言われたんで。兄占えない。いや兄占えないでしょうね。すごいねよ。これ占えないよ。ラストウルフわかんないですね。わかんない。僕はでももうそうすると村中さんもメアリさんとかその辺になっちゃいますね。そうでしょ。あでもお兄さんなんですね。出ました。すごいな、あれは難しいですね。これはね。合ってるのにもかかわらず花瀬さんがいい見過ぎとしてくれた。いやまあでも花瀬目線の話もわかるんでね。花浦目線の、いやこれあの怪しく見えるんですよ、ちょうど僕も。これ残す人、だってね、もう残る人決まりましたね。決まりましたよね、サンデーさん勘で。そう、勝ちを確認してたんですよ。これね、3、3日目で全釣りいけるかなと思ったら、あれ？そうそうそう、順で勘で、釣り1は次村中さん釣るんじゃないですか？釣れたら。村中さん行きたくなりません？村中さんか、まあ花浦さんだと思います。うん、私村中さん怪しんじゃってたから、あ、まあその初日の江原さんの票っていうのが無効票になってるっていうのが逆効果になっちゃってる気がするんだよな。だから村中さんを釣るちゃう。メアリーがね、多分いい感じにね今混乱してて、私の目線ではメアリーが間違えると見た。あのあれですね、多分古谷さんが狼で、それと対抗で上がった竹中兄っていうのが多分一番でかかったですね。でかい。要は狼っていうのの状況をうまく使ってましたよね。あれが多分結果としてすごいいい材料になっちゃったっていうね。そう、これはまずい。いや竹中さん占わねえよ俺。占わない。これは古谷さん MVP。 いや MVP でしょうね。これで村負けると MVP だな。そうですね、あそこでああいう身内切りも新しいですよね。弁明で相手釣りに行くっていう形にして、兄を釣ったら兄を釣った人が MVP で。そうですね、確かに。まあ少なくてもこれ最終日までは間違いなくかかりますね。かかりますね。ただ兄を怪しんだら自分が怪しまれちゃうからもう発言しづらいと思う。そうですね。ただもう神崎が3つ決まっちゃってるんですよね。ケルビンとタイラさんとサンデーさん、サンデーさんか、今日サンデーしてるでしょ。そうで次八郎さんか、ケルビン噛まれちゃう。八郎さん言っといた方がいいですよね。隠し子になっちゃってるから。その道中で、はい、いやこれお兄さん最後まで逃げ切んないときついですね。頑張れ。そうですね。頑張れ、メアリー頑張れ。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。おはようございます。おはようございます。まあまあまあ、そうだな。それでは、サンデーさん、天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは、残された村人たちは本日も話し合いになります。会議の時間、5分で始めてください。おはようございます。あと2釣りです。うん、2釣りですね。結局、昨日攻められてたご誕生さん、サンデーさんの村で。はい。それぞれグレーの人が2人するとしたら誰と誰を釣りたいかって言ってきません？先にどっちでもいいんですけど、はい、じゃあ僕メアリーさん一択です。一択ですか。僕は花うささんで、これ疑うのは過去で言いますけど、竹中さんの可能性もなくはないと思ってちょっと考えてます。まあまあそうですね、一応ですね。ただもうメアリーちゃんは狂人ですよね。ほぼ皆さんのです。狂人でいいんですね。狂人の語学全然。でも古谷さんが言ってるんですよ。古谷さんが言ってるんですよ。そうですね、いや一応です、まあ、それぐらい、はい、了解です。私は竹中さんは考えません、うん、もう考えません。まあそれでもいいかもしれない。花浦さんが第一候補、次に村中さんです。うん、昨日サンデーさんに入れたのって僕です。いやいやで誰とも入れてるんですよ。いや僕ね、狼だったら、
あのつられ昼の議論つられそうな流れの五段さんにすんなり入れると思うんですよ、うんうん、なんでそうじゃない異論を唱えた二人は僕狼ではないと思って、いや違う僕の意見は逆で、昨日ドンパチやってたのはこの二人なんですよ、うん、だから自分に票が入る心配というか騎士を炙り出したかったんじゃなかったな。昨日は僕が五段塾に入れないとダメだよ、五段塾に議論で叩いてたのは五段塾が騎士だったら支持をしてくれたらいいだけのことだったんで、うん、脇に行ってややこしいことになることが問題だった。だから花うさがこの3人の中だと僕は最白目だと思いま、そうなんだ、ちなみに俺は怪しいんですけど、まあ、僕の黒い要素がその3あの最初に江原さんに入れた1票が身内切りに見えるっていう理由だけでずっと疑い続けたとしたらもう弁明のしようもないし、いや僕は村中先生疑ってるのは、僕はメアリさんがすごい白いからなんですよ。メアリさんの状況が白いから、でもメアリさん白いから分かんない、怪しいと思ってます。だから二律買うんであれば僕は村中先生と花尾さんは、いやもうそれやめた方がいい。あの僕それぞれに白要素があるんですよ。まあ、誠さんは古谷さんに入れられてた。あそこ別に身内切りする意味があんまりないから入れる意味がないんですよ。入れるなら僕に入れればいい。で、村中さんは確かに身内切りのところが白いか黒いか置いといて、あの、江原さんに入れた理由が白いんですよ。ちゃんとしっかりと筋が通ってた。で、メアリーさんはないんですよ。で、五短塾は黒要素があった。メアリーさんは無です。あの、私は総評だけで言えば確かに全くないと思います。ただ、私は議論展開の中でずっと偽物に入れてます。まやちゃんも偽物です。ずっと、次の日にすぐに私はミネオさんが本物だと思って江原さんにも投票してます。ずっと偽物に入れてます。江原さんにはだいぶみんな入れてます、ね。村に、うん、村として正しい行動をメアリーさんずっとしてるから、ここまで。それ言うんだったら僕だよ。僕がなんで、江原さんが釣られた日の議論中に、江原さんが、狼の内訳を間違った時に一番最初に突っ込んだのは僕。江原さん、狼じゃあどこだと思ってるんですかって言って、ほんで江原さんがそこで、反論に急意して顔真っ赤にしたのは僕が原因じゃない？だけれども僕が狼で江原さんにあれ言う意味ある？でもラストウルフなんですよ。江原さんが釣られたらもうあと一人はラストウルフなので、そこでバチバチやっとけば残り生き残れるって思って考えてるんじゃないかって私は思います。それは意味がないかな。まだだってどうせ釣られるんですか？分かんないじゃないですか。まだ誠さんの同条件、誠さん江原さんが出現するまではまだイーブンだったんです。でもそこまでじゃない。ちょっと落ち着こうね。こんなに言えば言うほど僕二人が自分に見えなくなってきちゃうから困るんですけど、もう一回竹中さんになっちゃうか俺ですよね。竹中さんは考えてない。竹中さんと江原さんってかなりもう両方釣られそうな感じの流れではあったのにもかかわらず、あったからこそ別にあのラストルーフは江原さんをちょん切りちょん切る切りするのは別にできると思うんですよ。私は生き残るためだったら その手を取るしかないと思います、うん、第一峰雄さん優勢だったんで結構もともと優勢で峰雄さんを真っ先に狼は神に来てるんで、その事実を村中さんが村なら考えてほしい。じゃあ僕が江原さんを叩いたのがまあ100歩譲って身内切りだとしましょう、うんうん、じゃあそこの白要素がないとメアリさんは判断しました。じゃあ僕の何ですか、白要素がないというよりは残るラストウルフが生き残るためだったらその手段を取るしかないんじゃないかなって、うん、第一まずみんな結構こっちに残り1分つる流れに行ってたので、うん、いやー分からん。で、村中さんがやった行動って確かに意味はないっちゃ意味はないんですけど、別に、そのじゃあ意味わかんないその怪しい行動を狼がするって私はちょっと思ってて、じゃあ僕は江原さんもう江原さん狼の話でいきますよ。1日目江原さんが、役職のその2人が役職だったら出した方がいいんじゃないかって話をした時に異を唱えたのも僕です、うん、あれなぜかというとそのまま進行して伏せ進行でやったら狼から見たら、潜伏欄がほぼほぼ透けるからそれを避けるために残り30秒に異を唱えました。僕と江原さんは1日目から切れてると思うんだよ。なるほどね、なるほどね。それでも狼を追うんだったらこれゲームにならないから、それだったらよっぽど、古谷さんの孫さん票の方が身内切りだと思うのが普通自然じゃないの。聞きたいんだけど、村中先生を疑わずに宮原さんを疑う理由は何？だから言ったじゃん。あの村中さんは江原さんをあの昨日そんなに強い理由？嘘。まあ別にいいよ、宮原さんの強いと村中さんも。そうね。アナウンサーさんはちょっと意見が、あれまだこれ大丈夫なんですか？まだアナウンサーさん意見が変わっていて、私は村中さんのその1日目の井原さんの投票を私は白目に見てるって一番最初に言った時に、ご丹治さんがそれは関係ないと言って、話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります、投票自体は確かに関係ないという今日も言いました。村中さんが入れたこと自体は全然関係ない、絶対釣れないから関係ないけど、昨日一昨日の村中さんの江原さんに入れた理由が僕はしっくりきたので優先順位が下がったというだけです。そこが村中さんの白要素です。白要素がある、白要素があるで、宮里さんだけ僕は白要素が見つかりませんでした。村の進行にこうやって乗っかっていってる感じのに僕は見えました。なので僕はこの中では今宮里さんが一番釣りたいです。
投票中の人しか知らないんで。ちょっと、あーもうね。じゃあ先入れますよ、もう。なるべく他の人に先入れてほしいんですけどね、うん、まあ共闘的な話だと僕はメアリさんは3人の中では一番ムラ目に見えてます。で、うん、花うさはこうは言ってるんですけど、昨日あれだけボタン上ボコボコに殴ってた花うさがなんでそれがいきなりスルッとすり替わるんだろうっていう点に疑問が生じますけど、まあやはり発言的な話だと今日はムラムラするのがベタ、ですね。発言的な話をされてしまうと2人でものすごいヒートアップしてたんで、あそこ僕入っていけません。完全に普通に花うささんとメイリーさんの2択かなと思ってたんです。僕もグレーナー入ってて、だからメイリーさんすぐ花うさん入れるかなと思って投票待ってただけです。僕は直感しには2人のうちどっちが狼かと言われたら花うささんだと思うので、花うささん違ったらすいません。残り3票、まあ私入れた方がいいですねこれは。うーん、村中さんじゃないって私はやっぱり思うな。村中さんだったら、まあ今日で花浅さんで終わんなかったらもう村中さんに行くしかないんで、私は村中さんより花浅さんの方がやっぱり生き残る術を取ったって考えると全然自然なことだと思うんで、これで間違えてたらせっかく正しいことをしてるのに釣ってしまったこと自分にすごく反省しますけど、やっぱり花浅さんはできる人だと思います。そういうこと。平八郎です。投票します。責任逃れで僕が決めたくありません。ケルビン任せた。メアリさんに入れて、ケルビン頼んだ。花浅さんだと思ってるけどね。そうね、今の村中先生の投票行動がね、もう白くずっちゃったんだよね。メアリさんに重ねればいいんで、なんで花浅さん行ったのってなっちゃって、村中先生白くなっちゃった、ごめんね。花浅さんさよなら。それでは本日ゲームから追放されるのは花浅さんでした。カメラに向かって遺言ができます。そうですね、こんだけみやりさんを叩いてたんですが、みやりさんはそのボタンジ君と同じ投票が怪しかったっていうのがあります。あの霊能の時に入れなかった、あのあれですね、入りに行きたいといった、もう割と条件がいろいろあるのにそれを優先して僕に行く意味はあんまりわからないかな。ただ村中さんもないとは言えないです。五感に釣り取らなきゃいけないですよ。今日しのいだってしょうがないですよ。明日のことを考えるんであれば今日白くなる必要があるんで、わかんないですどっちかは。まこさんはまあまあ切りましたが、まあそれも考えてください。おそらくどっちか生き残るんで、マジで頑張って。天国ルームで村の行く末を見守ってください。容疑者がゲームから追放されたにもかかわらず恐ろしい夜はやっています。あーマジかよ。してください。あ、曲の紹介っていうほどの…お疲れ様です。お疲れ様です。天国ルームへようこそ。死んだー。死んだー。サンデーさんだよ。サンデーさんだよ。いや、小谷さんで終わると思ったんですけど、ね、すいません、僕は一生懸命岸を攻めてました。ごめんなさい。いや、しょうがない。適度に怪しくしようと思ったら、僕が思いっきり怪しくなりました。何もしなくても怪しい。静かでした。入れてるのにね、なんか道中、なんか流れてる曲が、みたいな感じで。そう、うん、あ、そうなんですよ。今日、なんていうんですか、あの画面。あ、二重の画面で、あのショコちゃんが歌ってるグルモンのオープニングテーマを。あ、ショコさん歌ってるんですね。イエス。そうなんですよ。歌ってください。いやだ。なんで？語りかもしれないから歌ってみよう。わかんない。やだよ。歌ってみよう。歌ってみようで。いやだやだ。ほらほら。グルモン。あ、そう。タタ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 そうです。面白そう。あ、そうか、そういうのか。結構すごかったっすよ。やったー、面白そう。なんかオーディションでしょこちゃんを選んだんですけど、すいませんね、ありがとうございます。そうなんですよ。選ばれた女性ですね。じゃあ選ばれた女性、ぜひ皆さんもダウンロードして曲聴いてみてもらえれば。ゲームも開始すぐ流れますんでね。流れます。あれでしょ、あのヒゲピアニカの会社で作った。あ、そうです。ノイジークロークさんで作ってもらってます。そう、偉い。
えらい人、えらい人さんの顔がね、渋い顔してるってそうだ、じゃあちょっと花笠さん今死んだばっかりだからね、まあ、あ、見ちゃった、当ててもらおうと思って白いと思ってましたよ。いや、僕もサンデーさんを白いと思ってたから、うん、もうね、サンデーさんに行くな行くなと思ったら本当に行っちゃったね。本当に花笠さん見すぎるし、ありがとうございます。あれは見すぎるのではないです、あれは裏として正しいよね。いや、でもね、マコトさんはね、言ってなかったけど、マコトさんにもう縄伸びないよね。伸びない。で、まあ、でもその後あれですよ、だから師弟がどんだけ信じ合えるか。そうだね、師弟対決しないでちゃんと信じ合えれば。無理だよ、あの二人無理なんですよ。あの二人超ね、喧嘩するんですよ。花笠さんになってねえじゃん。なってねえよ、当たり前で花笠さん。まあでも逆にそこ一個でもブレたらいけそうですよ。わかった、楽しみですね。頑張れ頑張れ、村中メアリー。いや、まだ恐ろしい夜が明け、朝が来ました。おはようございます。おはようございます。あ、間違いなく残した。ケルビンさんの顔が、もうやだ、間違いなく残したわ、マジ。もうやだ、本当に。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人たちは話し合いになります。会議の時間4分で始めてください。はい、メアリさん、メアリさん、あの、まずメアリさん絶対候補に上がると思うんで、メアリさんどっちを選ぶか先決めてもらっていいですか。竹中さん選ばない、はい、僕ちん竹中さんはもう切ったって昨日言うたでござる、切ったでござる。じゃあ村中さんは、ね、僕は竹中さんだと思って。えぇ、ー、なんやん、なぜか、なぜか理由を説明します。竹中さん間違いなくありえなくて、はい、ありえなくて、メネージャーもちろんあるんですが、今日入れてることを考えたら、で、何、誰に、だから身内に入れてんでしょ、黒に入れてるって言ってる。でも江原さんだけだよ。まあ、まあ、わかんないです。で、なんで竹中さんって僕途中から言ってるかっていうと、どうしても引っかかってる点は挙動だけです。あの、江原さんと竹中さんが2人とも出た時あったじゃないですか。あの時に江原さんがやっぱり強く竹中さんからって行こうって言わなかったように僕は記憶してるんです。僕の記憶では、あの時に江原さんからしてみたら、それわかんない、僕の印象です。で、持っていったら初日が圧倒的に古谷さんだったじゃないですか。あれで、古谷さんは僕に入れてますけど、それ何秒に入れました。古谷さん相当終盤ですよ、確か。そう、それ知りたいです。だとしたらね、僕に入れてます。やっぱりそれは考えがたい、うん、古谷さんが竹中さんに入れ、だって竹中さんに釣られちゃうかもしれなかったですよ、うん、しかも自分とわざわざ決戦投票にするために古谷は僕に入れてる。なるほど、いや、それ本当ですね。それ事実だったら僕宮城さん、事実ってか、まあ最終的に決戦にしたのは五反寺ですけど、その手前で票を入れたのは古谷です。そこまでは花尾さんに入れるなり他にするなり票があったんで、村中さんそれはちょっと考え収束ですね。それは、だから初日にそれ私一番最初に言いました。しかもそれを指摘したのは私です。ほら、狼いなくなっちゃったな。村中さん目線はメアリさんしかいないはずです。そうですよ、うん、そうですね。さすがに私は昨日からアンチ様は切るって言ってたんで、じゃあ平田さんどう判断するかです。僕は絶対タイム、僕はですね、要素の理由を言うと、最初メアリさんはかなり、はい、あの、まあでもね、言われてはそうなんです、かなり村っぽく見えて、その理由はやっぱり結構仲間に入れたと、やっぱり村に沿っているという人に僕には見えてたからです。だからそれで、そうすると消去法で竹中さんになっちゃうだけです。で、それを僕が今言ったことが、まあ、疑わしく思われてしまったらしょうがないですけど、現状言われても残り2分二択にした方がいいと思います。もう僕間違ってるかもしれない、竹中さんが狼だったらこれ間違ってますが、二択にしていいです。で、僕が言えることはもう本当に最初にそれ言ったことぐらいしかなくて、あと、なんだろう、僕、例えば僕はマヤさんを結構きつめに結構質問してたと思います。じゃあメアリさんとの違いだけ言うと、メアリさんはその時マヤちゃんにそんなにきつく言ってなかったと思ってます、印象として。だからそれはやっぱり仲間だから、それだから言えなかったように言ってはないかと思いますぐらいです、僕は。言うて、まあ、マヤちゃん強人だと、強人ですけど、まあ、ただ私はちゃんとはっきりと自分の意見が間違ってたと思ったので、投票の際に意見を変えます。私はマヤちゃんがやはり強人だと思うので、ね、という言い出し方をしました。マヤちゃんっていう存在をどう叩いたかっていうのはあんまり要素に入らない、ね、じゃあ何言えばいいんです。もう私が、私ちょっと喋らせてほしいんです、はい、でもだから私はもう昨日村中さんが白いというか、まあ、白目に見てた要素が逆にもう伏線を張るためにもう江原さんに投票したということ、残り1分、言わざるを得なくなります。で、しかもあそこでやっぱり竹中さんと票が集まってた、古谷さんと、誰だっけ、花浅さんと3人だっけな、竹中さん、竹中さん、はい、で、あそこで、まあ、竹中さんに、まあ、入れ、多分白すぎたと思うんですよ、みんなの目線で。だから入れられなかった、花浅さんは、
入れたら目立つと思ったのかな。で、古谷さんには仲間だから入れられないから、あと僕はケルビンさんが最後に残り30秒の可能性があると思ってたんで PP の可能性まで昨日提示しました、うん、あれが、まあ、僕結局全然数が間違ってたんであれですけど、うん、あんなこと狼だと見えてるわけだし、うんうん、あれは無駄な完全に無駄な議論です。それ一個二人でずっとやり取りしてて僕全然喋らなかったんで、そんなことがあるかって思う。でも自分が釣られるよりはケルビンさん釣られてくれる方がいいはずだから、別にその指摘は白いとはあんまり思わない。馬場さん信じるよ。もう表現するタイミングもほとんど一緒だったよね、終盤から。まあ、村中さんは身内切りする人、身内切りすることもあるじゃない。身内切りとは言うんだよね。身内は切ってる、両方切ってる。まやりちゃん、まやちゃんに投票するときね、すいませんって投票した気がするんだよね。8番に入れて8番にジャッジさせる。おい、それは話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。オッケーオッケー、もういい、私と村中さんだから先に入れます。村中さんすごいわ。私だってここまで村中さんをやっぱりあんまり疑えてなかったし、あの江原さん投票がこんな伏線を張る形になるとは正直思ってなかったですね。逆にそれが白目だと思ってたので、私がこうなることを予測しているんだったらもっと早めに村中さんのを黒塗りすることができたし、あんなに花房さんを責めなくてよかったと思うんですよ。なんで村中さんすげえわ。竹中さんはもう完全に切ってるけど、竹中さんだったらマジでもう家出するわぐらいにすごいわ。いきますよ、いきますよ。もう そこに言ってんだけだけで反応するしかないです。僕あの時霊媒師と占い師に出てました。あの状態で僕は江原さんは誰もあの時疑われなかったと思っています。僕最後まで票結構そこまで持ってます。僕疑われます、少なくとも。その時に特に疑われなかった江原さんに強く狼だと思って入れる一票っていうのは身内切りかもしれないけど、そもそも江原さんがもう疑われてた段階なら分かりますけど、二人ともが目立つんです、それをやると。分かりますか。で、持っていったら古谷さんを助けられたんです。そういう意味の身内切りだって言われてしまったらどうしようもないですけど、僕はあの時1日目は終始あの自分の言った通りやりました。で、役職に入れたくない、自分の中で狼だと思う人に入れる、結果的に江原さん狼だったんです。厳しいの分かったです。僕結局間違ってました。メアちゃん今日入れられなかったんで、これしょうがないです、ごめんなさい。もうでも僕言えることはこれしかないです、信じてほしいです。まあ入れますね。もうこんな勘ですわ。もう勘とは言わないけど、結局のところ、僕が最後に判断基準としたのは、今日蹴る八郎どっちが噛まれても良かったはずですと。で、なんで蹴るが噛まれたかっていう理由を考察したら、まあ、蹴るはこう言いました。メアリさんはすごい村っぽいと。そこを恐れた村中さんの方が狼ではないかなって思いました。最後の村中さんに入れた最後の発表となりました。俺ね、ここまでの議論を通して僕メアリさんに入れようと思ってたんですけど、いや僕ね、僕が残された理由って僕は間違ってるからなんですね。で、ケルビンが、村中さん、サンデーさんを怪しいと言っていた、で、メアリさんは村だと言っていたっていうところも恐れているっていうのは、まあ、村中先生の要素で新たに出てきました。迷ったら断然と僕ね、迷ったら男性に入れる癖があるんですよね。でも僕の勘信じます。間違ってたらごめんなさい。僕ね、村中先生が言うようにあそこで身内切りをする理由がないと思ってる、ないと思ってる。もうちょっとそこで身内切りするならもうちょっと早めに入れてるんじゃないかと思っているので、僕は宮城さんに一票投じたいと思う。はい、というわけで2票ずつで決選投票になります。弁明の時間がまずありますが、順番決まってありません。喋りたい人からどうぞ。あのですね、村中さん身内切りをしたと言ってますけど、結果身内切りにはなってないんです。なぜなら絶対に死なない票だからです。絶対に原さんは死にません、あの票では。だから結果的に身内切りをしたように見せてる身内切りじゃないんですよ。で、私の知る要素で言えるとこってなんだ。あのね、あと、そうそう、それで、私は
狼だと思うところに票を入れるべきだと思うんです。私は役職だろうが何だろうが狼だと思うところに票を入れるべきだと思って、村中さんに後の方で狼があの4人の中に3人だけ票が集まってた人の中にいないと思ったんですかと聞いたら、それに対して僕は役職に入れないと決めていたからこれしか言わないんですよ。私はその意見がちょっと若干引っかかってはいたんですね。ずっと結局私は古谷さんに入れたくないから入れられなかった、絶対に殺されない死ぬ可能性がない原さんに入れただけと思っています。お願いします。いきますよ。今宮治さん言ったように僕はまさにそれです。狼だと思うところに入れたって言いました。別に役職に入れたくないからって理由で原さんに入れたわけじゃありません。で、八郎さんの言うことは全てです。あの一票はものすごく中途半端な身内切りです。身内切りだとしたら僕も疑われてない、原さんも疑われてないところでいきなり僕がピョンって入れたらグレーにいた2人がいっぺんに黒っぽく目立つわけですよ。わかります。で、僕あんなに票持っててあんなところで原さんに入れたら裏返る可能性結構あったし、で黒が出た場合その僕が入れた原さんに入れた1票絶対クローズアップされます。わかります。だから僕がそこでやる意味は本当にないんです。ないです。でしかも仲間を助けられたんです。もっと言ったら4票、2票、2票、2票ぐらいで票が重なってたんだ。全然うち溶け込めたんです。そこに入れれば全然そこに入れてもよかった。もっと言ったらグレーの中でハウスさんに入れればよかった。もしグレーの中で狼だと思うんだと、僕はグレーの中で狼だと思う人に入れると一言言って原さんに入れました。それがもし狼同士でやってると思うんだったら僕に入れてください。本当に僕はそれで狼同士でやると思うなら。はい、というわけで決戦投票になります。対象者が2人なので、村中さんに入れる人は手を上に上げるパターン、メアリさんに入れる場合は手を前に出すパターンでいきます。村中さんが上、メアリさんが前。じゃあいきますよ、決戦投票いきます。いっせーのせ。はい、というわけで本日ゲームから追放されるのはメアリさんでした。マジか。カメラに向かって最後にもう一言もらわないのかな。小悪の意味はないのかな。それとも竹中さんなのか。そんなことはない。えいやすごいわ。いや私は村中さんだと思います。やっぱ尊敬して弟子入りしただけありますね。素晴らしいです。はい。え、こけた。え、違うの。え、すいません、本当に本当に本当に。それでは、宮城さん一旦天国ルームで、はい、いや悔しいっすね、マジで。お兄様なの。あー、もうダメだこりゃ。俺だったらかっこいいね。見えねえよ。さあ、今回役職を公開しております。視聴者の皆様の結末は分かっております。悪い顔してる。このパターンだと本来は夜のターンをいつもやるんですが、公開してるし騎士っぽい人がいないので人狼の勝利です。あれ人狼誰だ。人狼どっちだ。いやー誤爆してくれた。どうなの。マジで言ってんの。マジか。マジか。なんで。いや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 、クリアさん入れたんだよ。いや無理ですわ。マジかよ。あんな無理だよ。いやあれ、たどり着いた。無理だよ、そんな無理だよ。すごいの。そんな無理だよ。いやマジか。もうサンデーさん炙り出せてもうほぼ。さあ、というわけで1戦目なんと大ピンチかと思われたところから自分のチーム大勝利。いやマジか。全部仲の悪い指定が悪い。いやいや MVP は古谷さんでしょ。本当古谷さんだよ。やってくれたおかげですごい楽だね。いや、かなこさんが誠さんに太鼓に入れてたんで9割人だろうなと、で万が一黒だしも狼でも誠さんならかっこよく仕上げてくれるだろうなみたいな。無理だよ。すげえなー、まあ、視聴者の皆さんは役職上がってて、まあもう村の皆さんも大体役職上がったと思いますが、一応ね、じゃあ狼の人をはーい、手やってください。おえおえそして占い師、本物の占い師が入ってます。よかったなんだよこのピエロか。そして辛いぜこれ。本物の霊媒師は、まあ、ケルビンさんになって、まあ騎士はね、はい、サンデーさん。つらで狂人が、
まずはまやさん、はい、かなこさんが太鼓にしあの入れてたのがすごい、すごいなんかいい感じになりました。いやいやいや、さあというわけで、最後の最後の狼が竹中誠さんだったので、だが家出するって、そうですね、なんかよくわかんないけど家出って言っちゃったけど、当然一人暮らしなんて誰もいなくなった家誰もいない家とりあえずじゃあ、お邪魔しようちょっと端っこし、遠いところにめっちゃ家で死ぬよ。家で死ぬよ。メアリー家で確定。なんか言っちゃった意味わかんない。あと誠が待ち構えてるよって言って。俺選べない。誠さんの家に引っ越す。それは別に全然ありがたい。なんで？待てよ。さあというわけで、一戦目役職公開で人狼勝利でお届けしました。3戦目と続きます。これ以降は全て役職非公開でお届けします。はい、さあでは、準備の時間をいただきますので一旦休憩に入りますが、今回なんか映像を2個ほどいただいておりますので、こちらをご覧になってお待ちください。では一旦さよなら。